TBS ラジオ伊集院光とラジオと3月25日木曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、 TBS アナウンサーの喜入智広です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。もう柴田さんに早く会いたくて。え、なんで柴田さんもしくは、お聞きの皆さんでも、ま、うん、ま、ある程度年いった人しか、わかんない話なんですけど。おい、何？あの、おしん。お、おしん。あの、朝の連続テレビ小説のおしんを、うん、僕はその NHK のオンデマンドで配信してるやつを、はい、ずっと見てんです。はいはいはい。1から。いいですね。うん、で、全部で、おしんはもう異例の作品で1年間やったから、うん、300話ぐらいあるんですよ。そう。他の150話ぐらい、うんうん。300話ぐらいあるのが、今やっと150折り返し点に来たんですよ。おで、この折り返しの付近が、うん、ひどい目に遭いすぎ、おしんがめちゃめちゃひどい目に立て続けにあってて。よめいびりでしょ。そっかって。あの、関東大震災が起きて東京にいれなくなって、でいてその旦那のね、実家に帰るんでね、実家に行っていびっていびっていびりいびりまくられるんですけど、もう1ヶ月いびられてるんです。そうなのよ、救いが一回もないまま。そうなのよ、もうこのままだと僕ギブアップしちゃいそうなぐらい。大丈夫ありますか、救いは。ありますよ、ここからなんだから、ここからなんだから、おしんの底力。この2021年におしんの話してんのもなんなんですけど、おしんはもともとそのすごい苦労する子役時代のおしんちゃん、めちゃめちゃ苦労するし、かわいそうなの、はい、かわいそうで見てらんないシーンはあるんだけれども、うん、僕の理解としては当時おしんが放送された当時に、うん、NHK の朝のドラマ見てた人は、うん、多かれ少なかれそういう経験もあるんだろうと。あ、そうだよね、そうですね。今の俺らのリアリティとは少し違うから、うん、我慢できるっていうか頑張れってなるのかなっていうんで、うん、そこは耐えてって、うん、でしかもおしんにもちょっといい兆しも出てきて、うんうん、理解者もいっぱいできて、うん、で、まあ、ちょっと問題あるけれども結婚もしてとか、はいはい、いい感じになってきたなと思ったら、もうこの1ヶ月分ずーっとひどい目に遭いつつ。そうなのよ、ほんと腹立つよね。その気持ちすごいわかる。そう、あのお姑さんの役の高原さんという女優さんは本当にあの道歩いててもね、あんたひどいわねってよく言われたってらしいですね。ね、もういい加減にしなさいよ、あんたっつって急に。そう、いい、あ、高森さん、いい女優さんなの、関西のいい女優さんなんでね。で、またその、今、おしん役、大人になったおしん役は田中優子さん。はい。今、沢田研二さんの奥さん。はい。演技も上手で、可愛らしくて、うん、もう、おしん頑張れになっちゃってるから、そう。もう嫌な目に、その、会うたびに、うん、もう胸が痛んじゃって、うん。はぁ、やっと言えたわ。おしんも辛くて、今だからおしんの続きを見るのが辛くて。でもおしんはね、絶対に負けないから、あの人は。あの人ほんとすごい人だから、明るいし。わかったっす。わかったっす、ね。途中でやめるなんつって。ごめんしてけろ、ごめんしてけろ、もう。頑張っていいね。俺だけで。今、ごめんしてけろ言ってる俺だけで、もう。さあ、じゃあ、今日のメッセージテーマ、喜入君からお願いします。はい。今週のメッセージテーマは、ズーエピソード。さあ、動物園のお話ってことなんですけど、はい、柴田さん、富山は柴田さん子供の頃動物園とか ありました。あのね、富山ヘルスセンターっていう昔、はい、ほら観覧車もあれば、はい、ちょっと遊具もあって動物園もあるっていうところに動物園はありました。で、その他にも、うん、特に地方とか行くと、うん、今の感覚だとそこで動物飼っていいんだか悪いんだかぐらいの、ちっちゃいところにぎゅうぎゅうなってる動物園ありました。ありましたよ。だよね。そんなに大した動物園じゃないから立派なのはいないかもしれないけど、でもぎゅうぎゅうに意外とゾウさんはいたりとか ね、うん、そう、うん、今だったらゾウの健康を考えたらその檻は狭すぎますよみたいなところにゾウいたりとか、はい、うん、昔はね、あったね。
で、そんな中、はい、ラジオネームあの子さん35歳、はい、伊集院さん皆さんおはようございます。おはようございます。昨年は残念ながら中止でしたが、うん、勤務先の保育園で毎年恒例の人気行事、うん、これが移動動物園。ああ、移動動物園昔からありました。ありましたありました、うん、大きなトラックから園庭に放たれる動物たちに子供たちは目をキラキラさせて大興奮、うん、飼育員さんに抱き方を教わってウサギやモルモットを抱っこしたり、ヤギやポニーに恐る恐る野菜をあげたり、七面鳥やクジャクは、ね、うん、その迫力に泣き出してしまう子も、うん、かと思えば反対にぐいぐい近づいていく子供もいたりと、うん、子供たちの反応を見るのも楽しいものです、うん、でいつも感心してしまうのは、大きな動物から小さなひよこまで、なかなかの数の動物がトラック1台の中に収まって上手に入れてあるんでね。こんなに出てくるっていうぐらいいるんだね。あのトラックの中はどうなってるのかしら、などと勝手に想像しています。ああ、そっか。移動動物園経験ないです、俺。あ、私はないですよ、うん。私の時代はね、移動動物園ってあるんで、本当に猿とか、そういう、うん、危険なやつが移動で来たのはあるけど。危険なやつ？だから猿とか危ないじゃない。猿は目合わせたら危ないからね。え、そんなのに連れてくんの？うん。そういう乱暴な時代ですから、そういう時代があったんですけれど、そのああいうだってヤギとかそんなのその辺にいるもん。そうか、そう、そうか、そういうことか。だからあんまりそんな特別あれだったよ。触りたきゃ触りゃいいだろ。鶏だっているんだからっていう。うちのニオトリがうちにいるからそんな別に珍しくもなんともない。あとね、日本海側だとラジオでいただいたんですけど、はい、いちご丸クラブさん。私の、あ、違う、俺間違えた。金沢を勘違いしてた。横浜の金沢動物園だ。ごめんなさい。ああ、なるほど。横浜の金沢動物園にいるインドゾウのオスのボン君。あ、ボン君、うん、はい。ボン君の牙がすごい。へえ。伊集院さんならきっと嘘でしょと言ってしまうはず。うん、実際、ボンを初めて見たお客さんから、これ、マンモスなんて声も聞こえます。じゃあ、くる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 って先っこ丸まってるのかしら。長いのかな。今だからね、ネットで検索したら、うん、ちょっと見たことない鼻ともう牙同じぐらいの長さまでものすごい長いですよ。やっぱマンモスの感じだよね。ですね。反り返って先っこちょっと丸まってるもんね。ですね。すごいですよ。わ、ボンの牙は折れたこともあるそうですが、また伸びて元通りになり、メスのゾウのヨウコさんといつも仲良くしていて、いいな、お前らと、焼き餅を焼いていますっていう。優しいんだ。いや、俺、ちょっと初めて見たかも。そうですね。なんか、うん、アフリカゾウはそこまであるような時もあるけど、なんかインドゾウってちょっと短いイメージ。イメージだよね。まして動物園にいるゾウって。わ、こんな長いのないですね。こんな長いイメージが全然ないから、うん、ちょっと、いいタイミングで金沢動物園行ってみようかな。さあ、ということで。立派なものをお持ちで。もうお持ちですね。下手すらこれ鼻より長いよね。長いですね。鼻も長いのに。これご飯食べづらくないのかしらね。本当だ。確かに。ね、本当ですよね、これね。さあ、ということで動物エピソードまだまだください。はい、宛先です。メールアドレスは ij@tbs.co.jp。ij@tbs.co.jp。ファックスは0355620954 0355620954、 また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと10時からのゲストコーナーには元 NHK アナウンサーの狩谷藤雄さんが登場。オリンピックやスポーツ実況の醍醐味を伺います。お楽しみに。花粉やウイルスに PM2.5 季節を問わず防ぎたいものがたくさんあります。
マスクの時にも龍角散ダイレクト。喉の繊毛運動を活発にしてすっきり潤す第三類医薬品です。5本といえば龍角散から。ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。 28,350 円。こちらプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。知識豊富な担当者の迅速な対応で事故対応満足度は 91.3%。 チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 455-572 まで。やっぱり食べたい、いつもの味。そんな声にお答えして崎陽軒が配達始めました。定番のシウマイ弁当や横浜チャーハンだけでなく、シウマイなどいろいろな商品をご自宅やオフィスにお届けします。詳しくは崎陽軒配達で検索。崎陽軒オッツパーク。ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッツ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 パーク。ゲバゲビオートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。オッツ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 パーク。全部楽しんだもん勝ち。オッツパーク。栃木県足利市にスーパーマーケットプレッセイ足利南店オープン。国道293号線沿い、足利市場隣。地域の食を豊かにする新しい提案を行います。足利市に新しいフレッセイ始まる。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時41分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。早いもので3月も残すところ1週間足らず、職場が年度末にあたる方は忙しい日々をお過ごしのことでしょう。ところでこの忙しいという言葉を言い換える場合、皆さんはせわしいとせわしない、どちらを使いますか。考えたことなかったね、うん、え、両方あれ、あ、そうですね、あれ、せわしいも忙しい、あれ、そう、せわしないもん、忙しい、え、なんだなんだこれ。そうなんですよ、実はせわしいとせわしないどちらも忙しいという意味、うん、方言ではせわしないっていうんですよ。せわしないっていう、で富山では、うん、やっぱりよく使うのはせわしないだけど、せわしないだよね。でもせわしいも両方なの、はい、このないについてはせわしないのないは否定ではなく強調を意味する設備語で、せわしいよりさらに忙しいのがせわしないなんだそうです。はあ、せわしない。たまにさ、ないはついてんだけど、うん、ないなしではあんま成立しない、せちがらい、せちがらいは違うか、そうそう、なんかそれあるよね、うん、なんかね、あるあるある、両方とも。そうなんですよ。なんだ、危険極まりないとかのないもそうだったんですね。極まりないか、危険極まりない。でも危険が極まるは使うんじゃない。極まると、だから極まりないも、そう、極まると極まりない、極まりない時も極まってるっていうないがある。すごいですね。すみません、調べました。はい、はい、さて、せわしい一日、そしてせわしない一日の終わりには心安らぐお香の香りでお疲れ様、香水香花の花をおすすめします。伝統的なお香に香水の華やかさを合わせ持ったバラ、ユリ、スミレ、3種類の優雅な香りのお香です。百有四年の時を超え愛され続ける名香、日本香堂の香水香花の花をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。あれ、とんでもないもそうかな、とんでもない。なんか聞いたのは、とんでもございませんみたいな使い方違うんだよみたいな。とんでもないことですみたいな、うん、あ、じゃあ申し訳ないもそうか、申し訳ございませんは違うって言うよね、うん、なんかね、申し訳ないことでございます。そうだ、で大体最後手探りになるよね、この子が。だって知識人がいないまま進んでるからね。そうなの、かなんなんです、ね、思いつくだけで。本当にすいません、すいません、各自自習をするように。お願いします。さあ、ズーエピソードですが、ラジオネームマンゴー大好きさん、はい、伊集院さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。昭和24年生まれ、72歳の私、はい、初めて汽車に乗って
上野動物園に行ったのは3歳の時。わあ、70年前です。象の檻の前で父が撮ってくれた写真が残っています。すごいね。それから年に1回は兄と両親と4人で動物園に行きました。あ、優しいお父さん。動物園に行くとうるさいぐらい。迷子になったら象の花子の檻の前でじっとしてろ。あ、いいお父さんだ ね、間違いないね、が約束でした、うん、あ、お母さんなのか、みんなでか、両親とか両親、ね、で母の手を離したことがなかった私は一度も迷子にはなりませんでした、うん、しかしちょろちょろしていた3歳上の兄は何度も迷子になり、うん、必ず象の檻の前で待っていましたいい、だったら会えるからね、そうね、会えるもんね、よかったね。さあ、それかわいい思い出だな。ラジオネームビントロングさん、はい、はい、ありがとうございます。ビントロングとは動物の名前、うんうん、あ、動物の名前なの。ビントロングとは蛇行猫科の動物で、熊と猫を合わせたような姿をしています。熊と猫、ほう、那須動物王国で出会ったビントロングに私は心を奪われました、うん、つぶらな瞳でふさふさの長い尻尾がとても可愛く、うん、何よりもその毛並みがうちの娘の髪質にそっくりだったたのでわかるね、大好きになる。へえ、真っ黒で硬そうに見えますが、うん、うちの娘の髪と同じで触ってみたら柔らかいんだろうなと無双してしまいます。へ、娘はもう高校生になり、なかなか頭を撫でさせてくれませんビントロングを撫でてみたい、なんだよ、分かんないけど娘が撫でさせてくれないからあ、意外に今写真が出てきました、ね、あ、かわいい、かわいい、ビントロング、ちょっと壊れたタヌキの間にも見えるね、うん、そうだね、かわいい、かわいい、髪はでもそんなツヤツヤで柔らかい感じしないですね、ふわふわ、多分個体差はあんのかな、うん、ね、えかわいい、でもなんかね、ねポップコーンの匂いがするっていう、説もあるんですよ。あ、そうなんだ、その子は、うん、ビントロング君は嗅いでみたいとか言って、嗅いでみたいよね、そうだね、ということで、いつかビントロング撫でられるといいですね変なまとめ円楽です。近頃よく耳にします母の日参り、亡き母を懐かしんで墓前を訪ねれば、その分ご母堂の思い出寿命も伸びる、それも立派な母の日ギフトですね。母の日参りのお線香は桜と白檀の香り、毎日香ナチュラル桜をどうぞ。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。三菱電機換気の歌、窓開けなくても快適換気、ロスが少ない、省エネロス内、暖かさをとどめながら換気、ロス内換気はやっぱり三菱電機。法律事務所未来予から B 型肝炎ウイルスに集団予防接種などで感染した皆様やそのご家族へ、国の条件に該当すると50万円から最大3600万円の給付金が受け取れます。最近 B 型肝炎と診断された方、すでに治った方や亡くなられた方のご遺族も対象の可能性があります。未来予の解決実績7500件以上、ご相談は無料、まずはお電話を 0120-783-005、 悩み005、24時間365日受付、東京弁護士会所属法律事務所未来を。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都立図書館協議会委員の公募のご案内と、防水スプレーを安全に使うためのリーフレットについてお知らせします。はじめは東京都立図書館協議会委員の公募のご案内です。東京都立図書館協議会では、都立中央図書館長の諮問に応じるとともに、図書館のサービスについて意見を述べる都民委員を若干名募集します。応募できるのは今年の4月1日時点で都内にお住まいかお勤め、または在学の20歳以上の方で、年に4回程度開催される会議に出席ができ、都立図書館の運営に関心があり、東京都の他の付属機関の委員ではない方です。
応募をされる方は800字程度の作文と書類を郵送または E メールで4月13日火曜日までにお送りください。作文のテーマは誰もが利用したいと思う図書館の実現に向け、都立図書館が行うべき取り組みについてあなたが考えることです。書類選考を通過した方に面接を行い、委員の候補者を決定します。任期は7月1日から2年間の予定です。詳しくは東京都立中央図書館、電話 03-3442-8451、 03-3442-8451 番までどうぞ。次に防水スプレーを安全に使うためのリーフレットについてお知らせします。防水スプレーを使う際にスプレーの細かい粒子を吸い込み、撥水性の樹脂が肺に付着することで健康被害の恐れがあり、入院に至る事例も発生しています。そこで東京都では事業者団体、消費者団体、国などと連携して防水スプレーを安全に使うためのリーフレットを作成しました。事故は玄関などの屋内での使用や屋外で使用中に風向きが変わった時などに発生していて、咳、吐き気、呼吸困難などの症状が見られます。防水スプレーを使う際は必ずマスクを着用して屋外で使用しましょう。屋外では風上から風下に向かって使用しましょう。また一度に大量に使用せず、顔の近くでスプレーを使う行為、例えばスプレーを吹きかける衣服などを身につけたまま使うなどといったことをしないようにしましょう。さらに子供やペットのそば、火の近くでは使わないでください。リーフレットは都内の23区市町村の保健所、消費生活センター、小売店、医療機関などに配布します。また東京暮らしウェブのホームページにてダウンロードができます。詳しくは生活文化局生活安全課、電話 03-5388-3082、 03-5388-3082 番までどうぞ。おしまいのお知らせです。緊急事態宣言が解除された東京都ではリバウンド防止期間に移行し、新型コロナウイルスの感染の再拡大、リバウンドの防止に取り組んでいきます。都民の皆さんは不要不急の外出自粛を継続し、卒業旅行なども自粛してください。会食のメンバーは家族かいつもの4人までとし、短時間で済ませ、会話の際は必ずマスクを着用してください。お花見の宴会、謝恩会、歓送迎会も行わないようお願いします。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。深田恭子です。謎かけやってみたいと思います。横浜タイヤとかけまして、日本人の血液型と解きます。その心は？どちらも A が多いでしょう。横浜タイヤの A って何ですか？雨に強いウェット A です。横浜担保不動産があるのに借り入れのできない方、東証一部上場のハウスドゥグループの保証会社フィナンシャルドゥがあなたの保証人になります。まずは無料相談を、0120-111-770111-770フィナンシャルドゥまで。ここで大谷さんからのお知らせです。今回は素敵なプレゼントを皆様にお届けします。大谷さんが皆様にぜひ味わっていただきたい商品、桑の葉茶匠焙煎仕立てをプレゼントします。最後までお聞きください。大谷さんの桑の葉茶匠焙煎仕立ては、厳選された熊本県産 100% の桑の葉を使用しています。そのこだわりの桑の葉を老舗製茶工場が伝統的な焙煎方法を用いて香り高く仕立てています。しかもカロリーゼロでノンカフェイン、ティーバッグタイプで飲みやすいお茶なんです。通常1商品につき30袋入り、税込み1620円なのですが、今回
リスナーの皆様により多くお試しいただきたいということで、なんと4商品税込み6480円相当が無料で当たるチャンスです。しかもより多くの方にお試しいただきたいということで、当選者は500人とさせていただきます。ご希望の方は TBS ラジオの公式サイト内、大谷さん桑の葉茶プレゼントウェブサイトからご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。川口技研。毎日開け閉めする室内ドア、ハンドルやドアノブのガタつきや緩みをそのままにしていませんか？長く快適に住み続けるためにはメンテナンスや新品への交換が必要です。買い替えはお近くの金物屋さん、ホームセンターでどうぞ。関東電気保安協会からのお知らせです。地震や自然災害で自宅から避難するときは電気のこともお忘れなく。災害避難時にはブレーカーを切ることが大切です。ちょっとの行動が通電火災を防ぎます。関東電気保安協会。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、おはようございます。おはようございます。首都高速は川口線の上りの江北、ワンボックスカーが左側車線に止まっています。8キロ半安行から。4号線の下り永福では乗用車とトラックの事故、右側車線です。7キロ外苑から、どちらも通過に50分前後です。西新宿ジャンクションで交わる中央環状線の内回りは7キロ半熊野町から45分、外回り3キロ半20分。反対の上り線、幡ヶ谷を先頭に13キロ半、中央道の調布から50分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。 TBS ラジオ交通情報、この次は9時21分ごろお伝えします。事業を始めて3年、大きくしたいけどお金貸してくれないと思うんだよな。実績って言われてもこれからだし、どうすりゃいいの？それでも大丈夫。本当に？創業の方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。予防の基本は手洗いです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う。当たり前のことだけど、自分でできる予防策。牛乳石鹸、良い石鹸。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむ方斎と三等家と、9時半頃からはレポーターによるプレゼン対決、伊集院光とラジオとプレゼント。今日は2021年本屋大賞おすすめのノミネート作品はこれだ、プレゼン対決。10時過ぎからは元 NHK アナウンサーの狩谷藤代さんが登場。10時40分頃からは伊集院光とラジオとパラスポーツとお送りします。ラジオネーム岡健さん、はい、女性56歳の方です。ありがとうございます。40年くらい前になりますが、小田原の専門学校に行っていた時のこと、うん、小田原城の城址公園に小さな動物園がありまして、はい、こじんまりとしたほのぼのとした雰囲気が大好きだったので一人でよく行ってました、うん、その中で忘れられない動物がいます。それはテナガザルなんですが、はい、檻の前に立つとどこから持ってきたのか枯れ枝を渡してくる。でそれを受け取ると背中をこっちに向けて金網にスリスリして、うん、背中描いてくれ、背中描いてくれっていう感じなんだ。いう感じなんだろうね。催促してくるんです。言う通りに背中を棒で描くと、まあ気持ちよさそうにしていたのを覚えています。いいな。それがしたくて動物園に行っていたような気もします。学校を卒業してから小田原に行くことはほとんどないので、その動物園がどうなってるのか分かりません。書いてて久々に行ってみたくなりました。
なんか10代の乙女とテナガザルの交流、なんかいい話だよ ね、 ね、うん、ちょっと好きだったんじゃない、あのテナガザルがその女の子、ね、手投げんだから書けそうなもんだけどね本当だねあえてわざと書いてくれ、うん、ラジコってご存知ですか。パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの喜入智博です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、戸崎貴弘アナウンサーお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。はじめに、政府は北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを今朝7時過ぎに発射したと発表しました。政府高官によりますと、発射されたのは2発だということです。日本の領域には飛来せず、排他的経済水域内にも落下しないものと推定されるとしています。先ほどから NSC 国家安全保障会議を開いて、情報収集や対応策の協議に当たっています。新型コロナウイルスについて、昨日全国で新たに1930人の感染が発表されました。新規感染者が1900人を超えるのは先月6日以来で、感染拡大が懸念されます。東京都の感染者は420人で、先週の水曜日以来1週間ぶりに400人を超えました。また県と仙台市で独自の緊急事態宣言を出している宮城県は、過去最多となる171人が感染、大阪では262人の感染が発表され、緊急事態宣言解除後最多となりました。首都圏の1都3県の知事は昨日、新型コロナウイルス対策のテレビ会議を開き、緊急事態宣言の解除後も飲食店に対して続けている午後9時閉店の営業時間短縮要請を4月21日まで延長する方針を確認しました。東京オリンピックの聖火リレーが今日福島県から始まります。サッカー女子ワールドカップで優勝した日本代表なでしこジャパンの監督と選手のうち16人が第一走者を務め、今日午前にサッカー施設J ビレッジをスタートします。大会組織委員会は新型コロナ対策として、沿道の密集を避けるため、インターネットのライブ中継の視聴を推奨しています。昨日の東京株式市場で日経平均株価は大きく値下がりし、およそ1ヶ月半ぶりの安値となりました。日経平均株価の終値は前日より590円安い28,405円となり、ヨーロッパで新型コロナの感染が再拡大していることを受け、売り注文が広がりました。市場関係者は、感染収束を見込んで値上がりしていた航空関連などの株価が下落していて、市場に再び不透明感が漂っているとしています。おしまいに、テロ対策の不備が相次いで発覚した東京電力柏崎刈羽原発について、原子力規制委員会は昨日の会合で、東京電力に原子炉等規制法の規定に違反があったとして、再稼働に必要な核燃料の移動を禁止する命令を出すことに決め、手続きを進めることになりました。今後、東電側から命令に対して反論がないか意見を聞く聴聞が行われます。以上、ニュースをお伝えしました。戸崎貴弘アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについて、この後解説を交えて詳しくお伝えします。TBS ラジオ公演、ハイパープロジェクション演劇配給、日向翔陽役の大賀小太郎です。影山飛雄役の赤名龍之介です。演劇配給シリーズ最新作、頂の景色に、5月9日まで上演中です。詳しい情報は、演劇配給公式ホームページをご確認ください。演劇配給は最後まで止まらない。伊集院光とラジオとニュースと、
ここからは解説です。今朝の解説は、時事通信社元解説委員長で、帝京大学教授、軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、北朝鮮の動きなんですけれども、そこを入る前、はい、前にね、前に、もうすでにここ取り上げようとしてたんですけども、北朝鮮が21日に短距離巡航ミサイルを2発撃ってたと、はい、でこれに対してアメリカのバイデン政権が、まあこれに関してはその短距離だし、国連安保理の決議に違反しない、まあ普通の軍事活動だから静観しますよみたいな、こういうニュースも入ってたんです、そうですね、21日にその発射したのは巡航ミサイル、はい、で今回はどうも弾道ミサイルと、で私も専門家ではないのでこの詳しい違いは分からない、まあ、宇宙に行くか行かないかというか大気圏外に行くか行かないかの違いのようなんですが、まあ、21日の日は、まあ、バイデンさんはいつものことだよと記者団に言っていたらしいんですね、で今回はその弾道ミサイルですから、これは国連決議違反になりますの で、はい、で日本もその NSC 国家安全保障会議を開いて、情報収集するというふうな措置に踏み切ったようです。で実はその、まあ、2つポイントがあるのかなと思うんですけれども、はい、1つは今アメリカが北朝鮮政策を見直し中なんですね、で別にこれは北朝鮮だけではなくて、例えば対中政策であるとか、その中におそらく含まれるであろう対日政策であるとか、いろんな問題に対してトランプ政権で行ってきたことが正しかったのかどうか、問題点はどこにあるのか、我々はどうすべきなのかということを含めて、これ新しい政権ができると必ずやるんです、でその政策レビューというんですけれども、その政策レビューを今いろんな分野で行っている、その一環として北朝鮮問題をどう取り扱っていくのかということをやっていて、近々、まあ、結論が出るだろうと言われているんですね。で、来週は、米韓日の安全保障担当者がワシントンに、で、その協議をするということのようなんで、北朝鮮はおそらくそういういろんなことを睨みながら、ここでその国連決議違反のミサイルを撃ったらどう対応するだろうとか、そういう一種の駆け引きなんだろうと思います。で二つ目はその21日の日に打ち上げられたミサイルが巡航ミサイルだということで、あんまりその反応がなんていうんでしょう、ずっと何にも発表なかったんですね、で24日だったかな、突然明らかになって、でそうするとそのなんていうでしょう、違いがよくわからないわけです、私も専門家でないので、どこが違うのと思ってしまうんで、北朝鮮がやってること全部を発表しろと発表すべきだとは思いませんけれども、24日21日の日にその打ち上げたものが何だったのかということは、例えばそれが国連決議違反ではないと、通常の軍事活動だということであるならば、そういう説明をきちんと発表してほしいというふうに思いますね。これって要はそのバイデン政権に代わってなちょっかい出すって言い方が正しいかどうか分かんないですけど、まずその短いのを打って、さあどうする、おいどうするよってことじゃないですか。でそれに対してバイデン政権はとりあえずこれはまあ通常の、軍事活動だってしたら、今度ある意味ちょっと長めの打ってくる感じって、牽制級なんですかね、これは。おそらく牽制級だと思います。でただバイデン政権の方としては北朝鮮単独では考えていないと思うんですね、でつまり中国というファクターがありますから、中国と北朝鮮の関係を、さまざまな情報を分析して、こうなったらこうなるんじゃないかというようなことを含めながら、おそらく北朝鮮政策を考えているんだろうということなので、多分複雑な連立方程式を解くような感じでレビューをしているんだろうというふうに思います。さあそして聖火リレーがスタートします。国民いろんな世論調査を見ていますと、どうも国民の 6,7 割が、今回のオリンピックは延期もしくは中止した方がいいんじゃないのというふうに考えていらっしゃるようですね。で僕もスポーツは好きで、すいません、ギレさん、野球はあんまり見ないんですけど、サッカーとか、かなり野球なんですけど、サッカーとかラグビーとかですね、マラソンとか、そういうのは大好きなんですが、多分今回、仮にオリンピックが実施されるのであれば、私もテレビを見てしまう派の一人だと思いますが、6、7割が反対して、あるいはその延期した方がいいんじゃないのというふうなものを、
今回の聖火リレーで、まあ、なんていうんでしょう、中央突破を図ってきたなという、そういう印象を受けるんですね。これ、聖火リレー始まったら、はい、絶対にオリンピックはやるんですか？いや、最終的にそれで決まりってわけじゃないでしょうけど、もうすでに、オリンピックはやることになってんですというのが、まあ、公式見解ですから。まあ、そこで行くのでしょう。ただ、正直を申し上げて、スポーツの祭典、それは確かにアスリートたちや、がその躍動する姿っていうのは、まあなかなかいろんなドラマを見ますから、うん、見てる側もいろんな感動をもらいますけれども、正直言うとそのスポーツだろ、たかがスポーツだろっていう感じもするんですね、うん、つまり他にも、いや、例えばオーケストラの演奏であるとか、うん、舞台であるとか、うん、まあ、いろんなその芸術活動なんかも同じようにコロナで打撃を受けている、うん、でそのスポーツだけ、オリンピックだけその突出して、中央突破されちゃうっていうことに対する違和感みたいなのは正直消えないですね。なんかその軽部さん自身もね、スポーツ興味あるし好きだっていうのを置いた、歌った上でね、あえて強いそのたかがっていうか、うん、でも、なんかやっぱりどうしても何が何でもオリンピックってどうしてなのっていう感じはしますよね。おそらくですね、その、ここからは推測になってしまうんですけれども、まあ、オリンピックというものが持つ魔力みたいなものがあって、例えば国威発揚だとか、はい、東京オリンピック私ももう生まれてましたので、覚えてますけれども、はい、やはりその、社会が、オリンピックってそのものを経て、なんて言うんでしょうね、一段ステップアップしたなみたいなところがあるんですね、うん、はい、でやはりそういう国威発揚、それからおそらくこれは政権の関係者、うん、菅さんがとは言いませんけれども、政権の関係者の中にはこれ選挙を睨む、つまり東京オリンピックで、菅さんの支持率が高い、そうすると自民党にとってはラッキー、こういう話になりますね、うん、それからもう一つはやはりお金っていうか、これをやらないと、うん、放映権の問題とかいろいろ出てくるでしょうから、うん、まあそういうところでお金が動いてる話ですので、まあそういうことをもろもろ考えれば、中止という選択肢はないということなのかもしれませんね。僕思うんですけども、もちろん僕もスポーツ大好きです。で、いざやるっていうことになれば、その、感動的なシーン、涙を流すでしょうし、うん、歓喜もすると思うんですね。うん、でも、その、アスリートたちが結果を出すことや、ドラマチックな活躍をすることと、別の、ちゃんと、理論を持ってなきゃいけなくて、うん、この、オリンピックをやることが正しかったのかどうか、もっと言うとなんですけど、コロナ禍でより分かりやすく、ちょっとやらない方がいいんじゃないのって空気出てますけど、うん、その前の段階からずっとごたごたしていて、うん、IOC と開催地ってこんなに IOC が強い関係で、まあ、契約というか結ばれてるのみたいな違和感を、スポーツの感動で全部消すのはやめましょうって思うんです。うん、それって前のオリンピックの時にやっぱり僕らの上の世代の人たちいい思い出とあると思うんですけどね。でも後で冷静になって調べてみるとオリンピックの突貫工事に問題がなかったかっていうとすごい問題があったりとか、いろんなことがあったっていうことが割と金メダル伝説の中で俺たち隠されちゃってた気がするんですね。みんなそのオリンピックをその見る、応援する、感動するっていうことと、このオリンピック正しいの正しくないのは、うん、ちょっと別立てのその、うん、結論といいますかね、うん、考え方を持ってた方がいいんじゃないかっていうのはちょっと思いますね。うん、そうですね。さあ、そして何よりご専門のところなんですが、はい、日経平均がまたちょっとガクッと下がったりとか。そうですね。はい、まあ、今日どう動くのかというのはよくわかりません。で、ただ、この一時3万円を超えていたものが、まあ、ガクッと下がってきたということなんですね。で、この、まあ、マーケット等で、言われているのは大きな要因の一つとして、先週の日銀が、金融政策決定会合というのをやるんですね。はい、で、そこで、ETF といって、でまあ、株式が組成されて、まあ、株式の集合体みたいな、いうのがあるんですけれども、うん、そういうものを、まあ、に対して今までずっと買ってくる。で、その目標を一つ取り下げたんですね。で、それがまあ大きな要因になっているというふうに言われるんです。で、これまで実はその中央銀行が株を買うというのは、これは禁じ手だったんですね。あ、そもそも。はい。つまり特定の企業に対、まあ要するに株というのは企業が発行するわけですから、うん、特定の企業の支援になってしまいますし、それからまあ何よりもその金融マーケット、市場に対して、公の力で、
介入をしてくる、うん、その姿になってしまうということで、まあ、一種禁じ手だったんですけれども、まあデフレ化の中でお金を流すんだというような手段の一つとして株を買い始めたんですね。で、今でも黒田さんは、日銀総裁は何とおっしゃってるかというと、まあ、企業や家計のコンフィデンス、これ信頼というんですけど、悪化、それが悪化することを防ぐ。つまり、金融市場が荒れているとか、うん、そういう時に、そのコンフィデンス悪化を防ぐために、日銀のお金を使うんですと。それでお金を流すんですという趣旨の話、発言をなさっているんです。で、ただこれは、言葉を言い換えれば、まさしく株価対策なんですね。で、要するにその株価対策で株が支えられる。ですから、この2012年の暮れに安倍さんが政権を取って自民党が戻ってきた。それからずっとその、このアベノミクスという、その経済政策でやってきて、そのいつも自民党の方が胸を張るのは株価が上がったじゃないですかと。もう今3万円超えたじゃないですかと、こうおっしゃるんですけれども、その多くの部分は日銀の ETF 買いに支えられた部分があるんですね。で、したがって、株価対策ではないと、いうふうに日銀は言うけれども、マーケットは完全にこれ株価対策だと。つまり、前場といって午前中に株がガクッと落ちると必ず後場に、午後の部分に場で入ってくる。で、しかも何百億円、500とか700とか、そういう億円単位で買ってくるので、これは市場にとってはラッキーっていう、そういうあれですよね。で、もう一つ、その株価に関連して指摘をしなければいけないのは、企業業績が今回のコロナで二つに大きく分かれてきたんですね。もうコロナが、まあ日本に襲来して1年以上経ちますけれども、企業がやはり決算という形で自分たちがどれぐらい儲けることができたかということはだんだん見えてきている。で、その中で、例えばソニーとか、任天堂とか、いわゆるそういう企業は、プレイステーションの売り上げが良かったとか、あるいは、集まれ動物の森っていうんですか、そういうものがそのヒットしたとか、そういうその巣ごもり需要で非常な好業績を上げている。はい、一方で、その人の移動とかですね、あるいは飲食とかホテルとか、こういうところは非常に厳しい戦いだと。いうことで、完全にその企業収益が二極化してきていると、はい。こういうことがあるようですね。したがって、この、もしも本当にその株価が上がっていって、日本経済を支えるというようなことになるには、この悪い部分の企業業績も押し上がらなければ、押し上げられなければいけないということになるんでしょうね。そうすると、その悪い方の企業がさらに悪化していって、はい、例えばその企業が終わっちゃうっていうようなことになれば、大打撃になるわけで、その通りですね。雇用も守れなくなるわけって考えると、本来は極端ではなくて、平均的になだらかに上がっていく形で、ならば、まあ、いい傾向なんだけれどもっていうところですか、ね。おそらく企業が、その、何かのことをやって、それが、裏目に出て、ダメになっちゃった。で、当該市場のから、それを責められ、破綻をしてしまうというのは、これはもう資本主義の中で、一つのサイクルですよね。ところが、そういう、まあ、今回の場合はコロナと、いう、まあ、予想外の、自分の企業ではどうしようもない、つまり企業努力だけではどうしようもないものに襲われてしまった。ということで、まあ、一刻も早くコロナ対策をというのは、これは我々日本国民だけでなく企業の経営者にとっても切実なあれだと思うんですね。さあ、ちょっと時間いっぱいなんですが、はい、ちょっと原発気になるニュースなので、そうですね、これ要するに、原発というのは、要するに核を扱うというのは、非常にその国際的にも、厳重な管理を要請されるんですね。で、したがって、そういうところで、まあ、非常にそのボロボロの体制だった、はい。ちょっと呆れるような。呆れるような体制だったと、はい、いうことを、専門家の規制委員会が、認定したということで、やっぱり東電にその原子力を扱う資格があるのかという問題になっても、これ仕方ないですね。テロ対策の機能が停止してしばらくもう経っちゃってるとか、それからあと、その、いわゆる限られた人しか入れないはずの部屋に、誰でも、まあ誰でも入れるようになっちゃったりとか、ちょっとポカンとするぐらいひどい状態ですね。そうですね。はい、ということで時間いっぱいです。軽部健介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、賢人の緑茶をどうぞ。
賢人の緑茶は難消化性デキストリンが食後の血糖値と中性脂肪の上昇を穏やかにするとともに、ヤバが血圧が高めの方に適した機能があると報告されている機能性表示食品。あなたの毎日にオリヒロ賢人の緑茶。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。無料動画配信サービス TVer、 TBS フリーでは水曜日のダウンタウンをはじめ、バナナサンド、マツコの知らない世界の傑作選約30エピソードを現在見放題配信中。無料で見るなら TVer、 TBS フリーで検索。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に手続きをするとブラックリストに載ってしまって、全てのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は関西語なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10-10-10-10。時刻は9時21分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。この時間の関東地方は晴れて日差しの届いているところが多いです。ただこの後は変わりやすいお天気となりそうなんですね。雲が広がって雨の降るところもありそうです。雨が降るタイミングなんですが、千葉県や茨城県では午前中から、東京都内や神奈川県、埼玉県では昼過ぎから、群馬県や栃木県では夕方から、ところどころで弱い雨が降りそうです。折りたたみ傘があると安心です。また洗濯物を外に干している方は空模様の変化にご注意ください。雨は降っても夜遅くには止むところが多いでしょう。さて今朝は東京都心で最低気温が12度と暖かい朝となりました。日中の気温は18度から19度ぐらい、昨日と同じぐらいで、雲が広がる割には暖かく感じられそうです。ここまで天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。薄いミトンです。次回26日の金曜ボイスログはスパイスを大特集。ウコンやクミンにコリアンダー、果ては生姜にわさびまで、あなたがよく使うスパイスを教えてください。ゲストは人気スパイス料理研究家インドカリーコさんです。毎週金曜朝8時30分から。時刻は9時23分になりました。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい。首都高速は川口線の上りの江北、左側車線で故障車処理中、12キロ川口から1時間10分ぐらいです。4号線の下りの永福の事故処理終わりました。渋滞解消待ち。日新宿ジャンクションで交わる中央環状線の内回り、影響渋滞今7キロ半、内回りは7キロ半熊野町から1時間、外回りは3キロ半五反田から20分です。
反対の上り線は幡ヶ谷先頭に10キロ半、中央道の深大寺バス停から40分。3号線の上りは大橋を先頭にした渋滞、東名高速に伸びて11キロ40分、東名高速の下りは大和トンネルで12キロ30分。神奈川16号の上り、相模原市緑区元橋元交差点付近、中型のトラックの故障車、一車線規制で1キロ半弱です。警視庁から以上です。薄井ひろ子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は9時52分ごろお伝えします。ご飯が進む、ご飯が進む、ご飯が進むよ、進むくん、ご飯が進む気持ち、野菜の元気をお届けします。ピックルスコーポレーション。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんと、クレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は安全靴など安全用品の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。明治新垣結衣のちょこっと健康を考えるクイズ。さて、たっぷりカカオポリフェノールといえばチョコレート効果ですが、一日どれぐらい食べるのがおすすめでしょうか。答えはじゃん、1日3枚から5枚が目安。健康を考えるチョコ、じゃん、明治チョコレート効果。動かせ心を、動かせ運命を、動かせ星を。これは信念に命を懸けた者たちの物語。漫画大賞2021第2位受賞、地球の運動について、コミックス発売中、小学館。大野瀬太郎です。家作りは一生もの。長く住むためには何かと手がかかるもんです。住居ならずっと面倒を見てくれます。建てた後も安心の家作り、町づくりの住居です。住居の家、幸せの家。伊集院光とラジオと豊斎と三等家と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオと豊斎と三等家と、時刻は9時26分です。今週もリスナーの皆さんの自由な俳句、自由律俳句を味わっていきます。松竹梅3種類のコーナー専用ステッカー絶賛プレゼント中です。それでは句を味わっていきます。読み手は森本武郎スタンバイの遠藤康子さんです。まずはですね、埼玉県ラジオネームアクアホワイトさんの作品です。訳ありの土地とも知らず山菜取ってく観光客。訳ありの土地とも知らず山菜取ってく観光客。遠藤さんの読み方。私ね、遠藤さんがどう読むか知りたくてこれ選んだのね。やっぱり思った通りの。バッチリときましたね。バッチリでしたよ。まあ、だからほら、その土地でこの訳ありの土地ってのは何があったのかはわからないよ。わからないけど、年寄りだけが知っているこの楽しみというか。例えばさ、その山を誰が継ぐかで、そのもう親戚中、泥仕合になっちゃってさ、うん、そうそう、で下手すりゃ離散しちゃったようなとこなんだけどさ、うん、なんかニコニコ笑いながらピクニックしてたりするのを見たりとかさ、そうそうそう、事件があった現場かもしれないしね。そうだよ、だからそれなのに、まあ綺麗綺麗で、これが見てんだよ、その自由率のいいところで、うん、ダークな方行こうと思えばとても笑えない方にも想像が広がるし、ライトな方行けばライトな方行って、うん、なんかいいんだよね、そのそれこそ郊外の田舎のおばちゃんが、うん、あ、都会の人間何にも知んねえでっていう感じとか、いろいろ入れられるんだよな。
でも本当に都会の人ってさ、そこ汚いのになーって思う。私たちはそんな知ってる、そこ汚いのになーと思うけど、はい、わー可愛いお花とかで積んでって、はい、なんとかして見ようとかって言ってるとうわーって思うもんね。それで言うとさ、うん、ある、ちょっと名前はぼかしますね。だから、うん、カッコ仮だけど、はい、ある田舎で、分譲地を、うん、なんかひまわりタウンみたいな名前にして売ってるんだけど、うん、地元の人に聞いたら、うん、そこは白骨峠って名前だけどな、もともとっていう感じの。そうなんだね。なるんだよな。さあ、続いていきます。東京都ラジオネーム、つかささんの一句です。承知の上ですので、どうぞお構いなく。承知の上ですので、どうぞお構いなく。これも、うん、笑いにも寄せられるし、険悪な方にも全然寄せられると思うんですけど、たまにありますよね。ちょっと破れかけてんだけど、いいやって思って履いてたズボンが、うんうん、途中から思いっきり破れ始めて、うん、あーってなって、ってんだけど、みんな破れてますよって言ってくれると、うん、承知の上ですので、どうぞ。そう。お構いなく。みたいな。こう、髪の毛こう、直しても直しても跳ねてて、うん、跳ねてるよって分かってます。分かってるけど。もうこうな、今日はもうこうなんですっていう。これちょっと意地張ってて可愛いんだよね。構わないでください。っていうんで。さあ、ラストです。神奈川県ラジオネーム、脇がで水虫さんの一句です。僕の好きな子の評判が悪い。僕の好きな子の評判が悪い。もう私ことごとくこれなんですよね。もうそうなんだ。そう。ほとんど評判悪いんですよ。ああ。でも逆に悪いからこそもっと好きになっちゃうみたいな。本当はいいんじゃないか。ダメなパターン。ダメなパターン。女見る目ないパターン。だからこれ続くってなるとそうなっちゃうよね。そうだよね。そう、俺は、どっちにでも取れて、たまたまだとすると、僕の好きな子の評判が悪い時に、うん、その、なんつうのかな、僕だけは味方になってやりたいんだって思ったりとかするのあるのよ。うんうん、だから男はそういうところからね、失敗していくんだぞ、あんたたち。あとなんかね、うん、自分がずっと見てて好きになって、ちょっと評判が悪くて、うん、その評判の悪い方を正しいってするのはさ、ひげくん違うよな。違いますよ。俺たちは見てきたんだから、彼女のことを。何を見てきたんだか。誰が何と言おうとと思ってます。そうそうそう。はいはい。はい、ひげくん、そればっかりってなってくると、そっちも問題あるよ。そうです。ということで、宛先をお願いします。はい。メールの場合は、メールアドレス、ij@tbs.co.jp まで。おはがきの場合は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと自由律俳句の係まで。番組の投稿フォームもご利用いただけます。ご応募いただいた方やご紹介させていただいた方には、松竹梅ステッカーを差し上げます。はい、来週も自由な一個待ちしております。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ？後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。伊集院光とラジオと放送と三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。築地本願寺の合同墓、江戸の地で400年歴史と伝統の寺院にお墓を持つということ。築地本願寺の合同墓は一人30万円から、年間の管理費はかかりません。あなたの選択肢に築地本願寺の合同墓。栃木県足利市にスーパーマーケットプレッセイ足利南店オープン。国道293号線沿い、足利市場隣。地域の食を豊かにする新しい提案を行います。足利市に新しいフレッセイ始まる。担保不動産があるのに借り入れのできない方、東証一部上場のハウスドゥグループの保証会社フィナンシャルドゥがあなたの保証人になります。まずは無料相談を。0120-111-770 111-770 フィナンシャルドゥまで。
あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さんのちょうどプレゼント当たりますので、最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。今回はですね、2021年本屋大賞でございます。本屋大賞は全国の書店員さんが選んだ今一番売りたい本を決める賞です。選考対象になっているのは2019年の12月1日から2020年11月30日の間に刊行された日本の小説です。今年はですね、全国438の書店、書店員さん546人の投票によりノミネート作品が選出されております。楽しみだね。絶対面白いの入ってくるじゃん。でいて、そうなんですよね、うん、その なんていうのかな、名はあるけど実はないような賞じゃないから、これってイコール売れていく本なんで、ね、すごい皆さん選ばれる人はすごい名誉なことですね。こちらは買うことの参考になると思うんですが、さあ今回ノミネート作品10作品の中から本好きの番組リポーターに気になる作品を好きなだけ読んでもらっています。でその中から特におすすめの1作品をプレゼンテーションしてもらいます。それでは早速喜入君の方から今回のテーマをお願いします。2021年本屋大賞おすすめのノミネート作品はこれだ、プレゼン対決。さあ、それでは今回のプレゼンター3名紹介しましょう。まず1人目はこの方です。おはようございます。実は最近読書にハマりました。元気やる気、佐伯玲香です。久しぶりの登場。はい、ご無沙汰しております。怪我してた顎が、はい、ようやく全開。はい、最近手術をしまして、はい、これで完治になります。よかったね。復帰作飾ってください。はい、頑張ります。さあ、そして2人目のプレゼンターはこの方です。おはようございます。とんちゃんこと遠塚奈美子です。とんちゃんはその本よく読むもんね。そうなんです、本大好きです。さあ、そして3人目のプレゼンターはこの方です。おはようございます。漫才コンビ母心の関敦史です。よろしくお願いします。関君はよく本を拾うの？拾うじゃないです。一応こんな声してますけど、結構本読むんですよ。見たいだね。そうなんです。こんな声してますけど、同じような声してる人申し訳なかったですけども、あれだよね、音読しちゃうと意味変わっちゃうから。そうなんです。黙読がいいよね。黙読、しっかり黙読させていただいております。さあ、3人にこれから2021年本屋大賞おすすめ作品について1人2分間のプレゼンテーションをしてもらいます。今回も審査員は柴田さん、よろしくお願いします。はい、そしてリスナーの皆さんへのプレゼントですが、全国の書店で使える図書カード3000円分3名様にプレゼントします。ぜひ最後まで聞いてご応募ください。さあ、それでは早速プレゼンタイムに入ります。1人2分です。2分経ったら即終了です。1人目は佐伯ちゃんからプレゼンタイム用意スタート。今回紹介する作品は伊坂幸太郎さんの逆ソクラテスです。一つが 5,60 ページの短編5つ入ってて、最近読書にハマった私にはとにかく読みやすくてよかったんです。で、一つ目のお話はタイトルにもなってる逆ソクラテス。舞台は小学校。担任の先生は草壁くんという生徒に対して見下した態度を取ることが多く、同じような問題を解いても他の子は褒めるのに、草壁くんができてもお前にできるってことは問題が簡単すぎたなとかって言うんですよ。で、こういうの嫌だなって共感できるのが、実は私、小学生の時に通ってた塾で行きたい学校の名前を言ったら先生に受かるわけないって決めつけられたんですよ。で、私の場合はもう絶対受かってやるってもう頑張って結局合格できたんですけど、この話ではその草壁くん本人っていうより、草壁くんの名誉を挽回しようと立ち上がるそのクラスメートたちの頑張りがとにかく痛快で楽しいんですよ。でさらに面白いのが、5つの短編って私言ったんですけども、読み進めていくと同じ小学校、ひいては同じ町が舞台なんじゃないかって思うことがいろいろ出てくるんです。そう、例えば2つ目の話に出てきた先生が4つ目の話にも出てきたり、他にもひょっとしてこれ同一人物みたいなのがいろいろあるんですよ。そう、短編それぞれ完結してるので、それだけ読んでももちろん面白いんですけど、本一つ読み終えると
一つ一つの物語がパーツとなってまるでジオラマが完成したかのような立体感が味わえるんです。きっともう一度読み返したくなるはずです。舞台が小学校なんで大人が読んでも懐かしいと思えるシチュエーションも多く、子供が読んでもあるあると思える、とにかく全世代が楽しめる作品です。ちょっと変わったタイトルになってるんですが、これも読めば納得です。ほー、いや、いい構成だったね。さあ、行きましょう。続いてトンちゃんです。遠塚奈美子もプレゼンタイム2分間です。用意スタート。私がおすすめするのは町田園子著 52Hz のクジラたちです。皆さん、クジラの鳴き声って何ヘルツか知ってますか？ごめんごめん。だって、52Hz じゃねえの、じゃあ。実は基本すべてのクジラが 39Hz なんです。はあ、この本のタイトル、52Hz のクジラは、実際に世界で一頭だけ存在が確認されているクジラで、普通のクジラと声の周波数が違うため、いくら鳴いていてもその声が他のクジラに届かないという、一人ぼっちのクジラなんです。で、この本はそんな 52Hz のクジラのような届かない声を上げている孤独な人間たちの物語。主人公はキコという女性です。一人で東京から大分の小さな海辺の町に引っ越してきたばかり。キコはある雨の日、ボロボロの服を着て言葉を話すことができない少年に出会います。彼の体にはたくさんのあざがあり、日常的に虐待を受けていると気づいたキコは少年を助けようと決意します。自分の家に保護し、暴力を振るっている母親に自ら抗議したり、少年が会いたいという親戚のもとへ北九州まで連れて行ったり。でもなぜキコはここまでするのか。読み進めると、キコ自身も長い間虐待を受けていたことがわかります。さらにだんだんとその壮絶な人生も明らかになっていくんですが、これがまあ辛い。児童虐待、家庭内暴力、パワハラ、モラハラ、人間の嫌な部分が全部入ってるんです。正直今回のノミネート作品のどの作品よりも重い暗いテーマを扱っていると思います。それでも私はこの作品を紹介したいと思いました。その理由は、途中何度も本を閉じ、読み進めるのもぶっちゃけ辛かった、そんな真っ暗なトンネルを、キコエ少年と何とか進み続けた先、それはご自身でお確かめください。なるほど。その先どうなるんだ。その先。ねえ。さあ、行きましょう。ラストは関くんの2分間です。用意、スタート。今回僕がおすすめする作品は、伊吹由紀さんの犬がいた季節です。誰もが経験した甘酸っぱい青春を思い出させてくれる最高の作品になっております。舞台は三重県の高校。そこに迷い込んだ一匹の白い犬。その犬は甲子郎と名付けられ、12年間学校で飼われることになります。その昭和最後の1988年から21世紀を迎えた2000年、この12年間の間に在籍した生徒たちと幸四郎の物語、こちらが6つの短編小説としてまとめられております。家族に翻弄される少女の切ない恋だったり、 F1 グランプリでセナに熱狂する男の友情、阪神淡路大震災やサリン事件をきっかけに生と死を見つめ直す少女など、その時代時代の18歳の葛藤が切なくも温かく描かれているんです。しかもですね、これ物語の中に鈴木大地のバサロとか、映るんですとか、たまごっち、ルーズソックスなど、その時代を代表する流行や事件、さらには曲などがたくさん取り入れられていて、その時代の空気感をはっきりと感じることができるんです。そしてこれ忘れちゃいけないのが犬甲子郎の目線。青春に翻弄される生徒の目線だけじゃなく、その温かくそれを見守る甲子郎の目線が散りばめられているんですね。この甲子郎がそれぞれの話をつなげていく、これがこの小説の最大の特徴です。決して生徒たちには伝わらない甲子郎の優しい言葉が物語をググッと深めてくれるんです。さあ、物語は最後に令和元年を描いています。それぞれの道を進んだ生徒たちが今どんな人生を歩んでいるのか、しっかりと最後に見届けてください。
そして全てを読み終わった後に持っている本のカバーを外して表紙を見てください。おお、そんな仕掛けがあるんです。いやー、面白そうだな。さあ、それぞれちょっと面白そうだったな。プレゼンに褒めポイントが必ずありますもんね。あります、うん、さあ、判定は柴田さんです。毎週もうどうしよう、全部いい。さいきちゃんがプレゼンしたのは伊坂幸太郎作逆ソクラテス、とんちゃんがプレゼンしたのは町田園子作52Hzのクジラたち、そして関くんがプレゼンしたのは伊吹ゆき作犬がいた季節。それでは柴田さん、判定ボタンをどうぞ。あー、ポーズかわいい。おー、とんちゃん行きましたね。全部良かったです。全部良かったんですよ。だから本当に逆ソクラテスも読みたいし、はいはい、犬がいた季節も読みたいし、ね、全部読みたいんですけれど、うん、そうだな、この何度も閉じてもう読むの嫌だと思いながらも読んだ、そこには何があるのかっていうことを知りたい。最後の最後にそれを引っ張ってきたのが良かったかな。で、その結局そこを言わないじゃない。その最後の最後ひどいことになるのかもしれないし、で最後の最後救われるのかもしれないし、うん、でも私はそれをプレゼンしたんですっていうことを、そう、信じてくださいっていうのは良かったね、うん、あとこのタイトルの始まり方が良かったですね。うまかったね、うまかった。あのクイズ絶対 52Hz って言わなくて、あれは俺を踏み台にしてるってどうやったら。それ以外のヒントノーヒントだったもんな。まさかの 52Hz のクジラがいて、そんな悲しいクジラがいるんだって思うから、うん、ねえ、うまかったな。いや、俺は佐伯ちゃんのもいいと思って、よかったです、よかったです。最初だって短編集なんだって思ってさ、うん、あ、そういうかジオラマって表現良かったよね。よかった、ね、ジオラマが良かった感じが。ただずるいのは、うん、その土壌があって関だから関得してんだよね。いや、ありがたかったですね、うん、ただ運はあって被ってるっちゃ被ってる匂いがしちゃうんだよね、そこがね。いや、その犬のも面白そう。いや、面白かった。全部読みたい。全部読みたいね。今だからうちがちょうどさ、その赤ちゃんで生まれた犬がもう老犬でヨボヨボだからさ、大体その年月の感じはわかるからさ、そうだね。そうだね。そうするとそこにどういうドラマがあるんだろうみたいのはちょっとね。で、懐かしいことが入ってくるのもまたさ、うん、いいよね。ねえ、わかるもんね、その固有名詞の、あ、うん、あの時代か、はい、みたいな。自分が何をしてたかもすごい照らし合わせられるので、めちゃくちゃいいです。声さえ面白くなきゃな。渋い声にしなきゃな、これは。さあ、リスナー皆さんお待ちかねのプレゼントですが、全国の書店で買える、図書券3000円分3名様です。応募方法をキーレ君からお願いします、はい。ご希望の方はメールにお名前、ご住所、電話番号を書き添えの上、アルファベット小文字で、ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp までお送りください。その他番組ホームページの投稿フォームからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。さあ、そして最後に2021年本屋大賞自体のお知らせを、キーレ君からお願いします。はい、2021年本屋大賞の発表は4月14日水曜日です。ノミネートされた10作品の詳細については2021年本屋大賞公式ホームページからご覧ください。でもさ、一応今回メンバー全員さ、自分で選んでる、要するに自分で一押しの勧めたい本を選んでるから、うんうん、どれか大賞取ったらちょっとなんか嬉しいよね。なんかちょっと自分の目は間違いなかったかみたいなありますからね。はい、あ、ということで、さいきちゃん、とんちゃん、関くん、お疲れ様でした。ありがとうございました。植物性消臭液匂いのんどん、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんどんは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんどん。ここでルアン株式会社からのお知らせです。本日は薄毛でお悩みの方におすすめの商品、スーパーミリオンヘアーのご紹介です。スーパーミリオンヘアーは髪の毛の薄い部分を瞬時に髪が増えたように見せる商品なんです。使い方は簡単です。
スーパーミリオンヘアを叩くように紙に振りかけていきます。そうしますとボトルの中から植物系の細かな繊維が出てきて静電気で紙に付着します。最後に手で軽く撫でて自分の毛を表面に出すことでより自然に見えます。最後に専用ミストをスプレーすることで雨や風、スポーツをしても落ちにくいので心配はありません。また落とすときは家庭用のシャンプーで洗っていただければ落ちます。最近では女性の愛用者も増えていてカラーも6色ご用意しております。お求めはお近くのドラッグストア、理容室、美容室で。お問い合わせはフリーダイヤル 0800-333-4440 もしくはホームページをご覧ください。本日はルアン株式会社より薄毛でお悩みの方におすすめの商品スーパーミリオンヘアのご紹介でした。時刻は間もなく9時50分になります。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井弘子さん、お願いします。はい。首都高速は川口線の上り江北ワンボックスカーの故障車左側車線で処理中、12キロ川口から1時間45分です。東名高速は首都高の3号の上り谷町付近先頭に断続東名高速から16キロ40分下りは大和トンネルで12キロ30分海老名ジャンクションで交わる圏央道の内回り7キロ20分中央道は首都高4号の上り永福を先頭に9キロ半調布から40分です。神奈川16号の上り相模原市緑区元橋本交差点付近トラックの故障車の処理続いています。1キロ半弱です。千葉は16号の内回り柏の若芝で3キロ、都内は環八の内回り環八人見街道入り口で6キロ半45分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。TBS ラジオ交通情報、この次は10時25分頃お伝えします。神秘的、グロテスク、大敗的、ミステリアス。一度見たら忘れられない怪しい名画の世界。その絵に潜む真実を知るとき、怪しい美しさがあなたに取り付く。怪しい絵展。東京国立近代美術館で5月16日まで開催中。毎日新聞。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざというとき、あなたのそばに。ダブルって得した気分やね。一石二鳥って気するやん。一回で二役働くんやで。ダニとハウスダスト対策にスプレーするだけで二つの働き。ダニにしたら夢も希望もないな。植木のダニクリーンダブルケア、生き生き植木。 B 型肝炎の給付金なら第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。昨年度のお客様への給付金は平均850万円以上。この給付金ですが、請求期限があります。今すぐあなたやご家族が給付の対象なのかご確認ください。0120-70-7000番、70-7000番。伊集院光とラジオと木曜日の名物プレゼントのコーナーでは、コロナ禍に負けずに頑張っているお店や企業のプレゼンを受け負います。テイクアウトメニューを開発しました。ネット通販にチャレンジしています。クラウドファンディングをやっています。アイデア商品売り出し中等々。ラジオでプレゼンしたい方はメールアドレス ij@tbs.co.jp もしくは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとプレゼントの係まで。業種企画の種類は問いません。有能なリポーターが素晴らしいプレゼンテーションをします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと。この後10時からは元 NHK アナウンサーの狩谷藤代さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと。この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎
伊集院光とラジオとエピソードと。今週のメッセージテーマはズーエピソード。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用して丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。あのコーナー入る前にちょっと CM とか流させてもらった、はい、プレゼントの新しい企画、はい、ラジオを聞いているコロナ禍だけどこんなことやって頑張ってますっていう、うん、まあお店でも企業でも、うん、グループでも応援したいっていう企画は、はい、柴田さんがある日突然、僕に LINE してきて、うん、私ちょっとね小耳に挟んだんだけど、うん、千葉ですごい頑張ってる和菓子屋さんがいるらしいの、うんうんうん、応援できないかしらあそこから出来上がりましたね。ありがとうございます。なんかほらね、いろいろ皆さん頑張ってらっしゃるから、そこねちょっと応援したいですもんね、何かあるという方はご連絡をください、はい、さあ、ズーエピソードですが、はい、ですね、ラジオネームはるりんりんさん、はい、54歳の方です。ありがとうございます。伊集院さん、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。私が小学1年生の、多分夏休みに父と上野動物園に行きました、うん、当時パンダのランランとカンカンが大人気で、うん、通路をたくさんの人が川のごとく流れていくのに乗って、パンダ車の前を通り過ぎて、うん、ランランとカンカンをちらっと眺めるスタイルで見学したものです、うん、ああそうだったね、うん、父は私を肩車して見えるか見えるかと確認しながらパンダ車の通路を頑張ってゆっくり歩いてくれていました、私はというと元気に走り回るパンダを期待してワクワクしていたわけですが、パンダは眠ってんだかお客にお尻を向けて微動だにしない二頭ともがっかり。後日夏休みの絵日記にパンダはお尻を向けて寝ていたのでつまらなかったですというコメントとともに、パンダの白い背中に黒い尻尾だけ雑に書いて提出しましたそうだね。さらに後日日曜参観に来た父が教室の後ろに掲示されたその絵日記を見て、すごく怖い顔をしていたお父さん頑張ってあげなかったね。絵日記の白い丸に黒い小さな丸を描いた自分の投げやりな絵と、それを眺めていた父の顔は54歳の今になっても忘れられませんすっごい期待していっただろうからね。だってまたテレビの中ではさ、パンダってコロコロ転がったりめちゃめちゃ可愛いじゃん。僕もこの時期多分一緒のその川の流れにいましたから、いや本当ね、なんだこいつって思いましたよ、あの時は、ね、私も初めてパンダ見た時と思ったな。動かなかったですもんね。全然面白いなと思ったもん。さあ、いつも心は心と共にさん、はい、57歳の方です。ありがとうございます。10年前に行ったドイツミュンヘン市の動物園、はい、この動物園はペットと一緒に入れる。へー。しかもケージに入れる必要もなくリードだけで回れる。あ、いいなぁ。我が愛犬は、うん、巨大な象を、うん、吠えるでもなくキョトーンと見ていました。へー、でっかすぎてびっくりしちゃってね。そうだよね、日本の動物園も愛犬と回れるようにならないかしら。ほんとね、柴田さんちの犬もうちの犬も象を見たらどう思うかね。まあ、怖くてワン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 言うかもしれないですよね。そうだよね。だこれ難しいのは、回れるようになっても動物が回りたいか犬が回りたいかどうかってと分かんねえかね。ドイツはやっぱりしっかりしてますからね。あのペットの教育もね、システムも。さあもう一ついきます。はい。健太先生さん。はい。もう20年ほど前になりますが。沖縄旅行に行った時、ダチョウランドという動物園に行きました。はい、うん、行ったことあるような気がする。ダチョウランド、テレビのロケかなんかで。そこはたくさんのダチョウが放し飼いになっており、うん、ダチョウを追いかけ回したり、怒ったダチョウに逆に追いかけ回されたりと、うん、とても楽しい動物園です展示コーナーがあり、ダチョウの卵が置いてある、うん、ダチョウの卵はとっても強いです。乗っても大丈夫なのでぜひお試しくださいと言われましたが、うん、当時の彼女と
万が一割れたらショックだからやめとこうかって言って、うんうん、その場所を後にしたんだけど、はい、そのほんの一瞬後、うん、パキャッという変な音、うん、急いで戻ると、うん、靴が卵まみれの型が割れたんだ。あらわ、その場をそっと離れ、やっぱやめといてよかったな。と二人で、そうだよね、胸を撫で下ろしたのをよく覚えています。だって潰れたらすごい罪の意識がすごいじゃない。あ、俺は絶対やんない、絶対やんない、進めない。今年のお皿はちょっと大きめ。パンのある毎日がもっと楽しくなる。いろいろ使える白いスマイルディッシュ、点数シール28点で必ずもらえます。山崎春の晩祭り、詳しくは店頭ウェブで。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。10時です。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと刈谷藤男と、おはようございます。伊集院さん、はじめまして。そして柴田さん、大変お久しぶりです。昨年 NHK を退職して今もスポーツの世界に携わっております。今日はこれまでのオリンピックのお話ですとか、あるいは大相撲、力士の話、そしてスポーツ実況の醍醐味などなど、楽しくいろいろと思い切っておしゃべりできればと思っております。この後スタジオにお邪魔いたします。よろしくお願いいたします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの喜入智博です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、今日のゲスト、元 NHK アナウンサーの刈谷藤男さんです。はい、ね、柴田さんお相撲好きですからね。はい、大好きです。お会いしたことある？はい、あの名古屋場所に一度ゲストで呼んでいただきまして、その時にあの刈谷さんといろいろお話しさせていただいて、いろいろ教えていただいたんです。でもその刈谷さん来るタイミングで、鶴竜、うん、引退を決めたって言ってましたね。まあだってあんだけ痩せてるからね。そうね、体きっと大変なんだろうけどね。それとなんといってもオリンピック中継ね、うん、あ、そうですね。新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。ねえ、うん、だからそれこそ喜入君大先輩だからね。そう、もう今スポーツ実況が私楽しくてしょうがないので、その魅力たくさん聞きたいです。そうだね、はい、あとそれこそ長年やってたらアクシデントとか、うん、それこそ失敗談とかもあれば聞きたいですね。いや、今の時期に聞けるのは本当に大きいです、ね、あと相撲解説ってどういうところに気をつけてるか、そういうの聞きたいです。ああ、なるほど。やっぱりファンもいれば、あのほら 2人いるから絶対こっちのファンとこっちのファンといるじゃないですか。なるほど、なるほど。そう、どっちをこう、ね、どういうバランスで喋るのかな、なんか分かんないけど、特に NHK の方々はそういう基本叩き込まれてるから、うん、けなさない言い方みたいなのじゃないですか、うん、多分そういう中立の喋り方とか、うん、ちょっとその辺は話術としても聞きたいですね。ただ無視される時もあるのよ。誰も何も言わない、朝乃山に対して最近誰も何も言わないからさ。それは柴田さんは朝乃山ピンキだから、なんかもっと褒めて、もっと褒めてって思うんだ。そう、何か言ってよって思うんだけど。さあ、元 NHK アナウンサーの刈谷藤男さん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。カリンとの蜂蜜カリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。日本中どこで食べても東京カリンと。蜂蜜カリンと東京カリンと。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、刈谷藤男さんは1960年生まれ、静岡県出身、現在60歳。
1983年 NHK に入局。スポーツアナウンサーとして大相撲や競馬、フィギュアスケートなどを中心に28競技の実況を担当。オリンピックはバルセロナをはじめ、長野やアテネ、トリノ、バンクーバーなど8つの大会を現地から実況中継し、熱戦を伝えました。去年の4月に NHK を定年退職してからは、スポーツプロデューサーとして幅広くスポーツのレガシー作りに取り組んでいます。本日のゲストは、大相撲やオリンピックの実況でおなじみ、元 NHK アナウンサーの狩谷富士夫さんです。もうすでにですね、相撲談義が始まっておりますけども、改めて、狩谷富士夫さんよろしくお願いします。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 相撲から行きましょうよ、相撲から。今経歴が流れてる間の柴田さんの切り口は、なんで最近みんな朝乃山に触れてくれないんですかみたいな話から始まりましたけど。なんかね、朝乃山もね、期待されてる割にはね、いい時はいいけど、ダメな時はもう、なんでこんなダメなのっていう。いや、本当にダメな時には、どっか悪いことは間違いないんですけれども、はいはい、ただやっぱり立ち合いですよ、はい。この立ち合いがもう右四つ左の上手を取ればもう今一番強いんですけども、そうなんですよ。その左の上手の取り方が、うん、まあ稀勢の里さんにこの間聞いたらですね、うんうん、やっぱり踏み込む左足の角度だと。はい、ちょっと開いてるから、開いてこう言ってるんで、こう言ってるって言っても、テレビじゃない。こう左足が外側に向いてて、胸が若干こう、外に出てるんですよ。だから確実にここを、右の前回しを取られたりとか、なるほど。起こされたりとか、横を向いちゃうんですよね。なるほど。はい。しばらくこう脇締めてほら、前蜜取りに行ったりとか、頑張った日もあったじゃないですか。ありましたけれども、それをもっと頑張んなきゃダメですね。いや、俺、聞いてて、すごい感心するのは、もう止まらないぐらい、それだけ相撲に見識深いわけじゃないですか。はい、で、言って自分の、その相撲の見方があるわけじゃないですか。はい、でもこれ実況ってなると、なかなか出せないっちゃ出せないじゃないですか。そうですね。でも、うん、どこを実況するかっていうところを選ぶときに、はい、やっぱりその自分が思ってることとか、だから同じように踏み込んでも右足とか左足、あるいは右を差したっていうのか、はい、左が取れないというのか、なるほど、それによって同じ受けでも全然違うんですよ。あ、そのなんか刺されたミスと刺した手柄で全然その取り組みって違いますもんね。絶対ね、はい、だからそこがポイントだっていう実況をして、で解説者にそれを押し付けない形で解説者の見方を聞くと、うんうんうん、そうなってくると、でいろんな角度からその取り組みが浮かび上がってくるっていう、うん、そういう形ですよね。僕今の聞いててすごい思うんですけどね、はい、その解説者の人がちゃんと違ければ違うって言える実況って正しいですよね。そうですね。あそこでなんか忖度しちゃうとつまらないじゃないですか。つまらないですよ。で、下手すると解説者の人が、うん、その通りですしか言えないようになっちゃうのも違うじゃないですか。ダメです。はいはいはい、そうすると、僕の見方はこうなんですとか、はい、あと相撲取ったもんからするとこうなんです、うん、もちゃんと言える隙というか余裕も残しながら、そうです、そうです。やらないとですもんね。はい、それである程度こう、解説者との信頼関係ができてくると、うん、僕の見方はこうですって言わなくても、うんうん、この左の使い方どうですかって聞くと、うんうん、もう、いや、それよりもやっぱり右の差し方が違ってたんですよとかね。昔とても面白い解説者の方がいてですね、はいはい、何か質問すると必ずそれはそうですかって全部否定がないんですよ。で、全部否定された後同じこと言うんですよね。合ってるじゃんみたいな。僕は野球好きなんですけど、野球の解説者でそのタイプの人今一人頭に浮かんでますんで。でもね、それを聞いてる私たちは楽しいんですよ。そうですね。私たちはもうど素人ですから、はい、何がどうなってるかさっぱりわかんないけど、うん、ああ、アナウンサーの人がこうやってやってくれたなと、あ、したら、この親方がこう言ったなっていうので、はい、ふわっと、で、どうでもいい話もなさるでしょ。そうです、そうです。過去の話とか、はいはいはい、日頃こうやってるとか、はい、あれも楽しいのよ。はい、だから解説者によってやっぱりいろいろとやり方も変えなきゃいけないですし、はい、で、その解説者のその日の、この気分。北の富士さんなんか、いつも喋るかというとそうじゃないんです。そうよね。もう二日酔いの時とか最初の30分で死んでますから。そう。なるほど。それをまず生き返らせなきゃいけない。何振ってもダメなだけありますよ。だから絶呼吸を投げなきゃいけない。絶呼吸をこう投げて、こう、そうなのみたいな形でこう、ちょっとよいしょしながらこうくすぐって温めておかないと、
後半の5時以降が大事になってきますから、その5時以降にしっかりと集中して解説してもらえるようにいかに修正するか。そう、あの舞の海さんと一緒になって本当皆さん苦労なさってますよね。だから舞の海さんあえてこう喧嘩をするような形をやるの、あれはもうわざとやってるんですよね。ふっかけて、はい、どうですかそんな風に言いますかとかなんかね、ふって言うのよ。そう、そうすると北の海さんはわざとあの怒ったふりするんですよ、はい、そうするとよくなってくるんですよ。まだまだだなみたいな。でそのやり取りがまた面白いという、ね、面白いの、うん、ちょっとなんか相撲中継のその中継する側も、うん、呼吸を合わせるというか、そうね、ちゃんとなんか取り組みがそこで行われてる感じですね。すごいですね。なんか本当変だけどコントとか漫才みたいな感じがあるんですよね。そうですよ。あの昔あの出羽錦忠夫さんという方がいて、この人はあの言葉梅のことを、うん、これ安い洗剤ですね。うんうん、落ちない。で、それから毎場所言うんですよ。でも、それで落ちないって先に言っちゃいけないんですよ。あ、そうだ。もう、安い洗剤量です。ほう、それは落ちないっつって。なるほど。そうすると、その後気持ちよくこう喋っていただいたりとか。あとこう、途中でね、あのメモがこう来て、うん、歌読めたから、うん、振って。川柳が浮かんだから、すごいな。で、ここで、あの、出羽錦さん、ちょっと何か、一句浮かんだんじゃないと、え、まあ、急に言われてもなぁ、なんて。すごい、歌えられてるんじゃないですか。つってね、用意したやつを言うんですよ。うわー、楽しいなー。今まで、失敗とかありますか、はい、若い頃でもいいんですけど。いやいや、もう失敗なんかもう数多くです。数知れずです。一番チンプレーだ。一番チンプレーは土俵上はデジアズマって言ったことあります。デジマ対土地アズマなんですけど。ああ、巻いちゃったんだ。デジくっついちゃってますね、もうね。合体しちゃってますね。デジアズマは強そうだけど、相手は誰なんだって感じだけど。そうだ、そういう。土俵上はデジアズマって言った後周りがなんかクスクス笑ってんですよ。はい、で僕も。途中で分かって、ちょっとこう、笑いが、こみ上げてきて、なかなか言えなくなっちゃったりとかね。僕、その気持ち分かるんですよね、はい。聞き手の人は、あの、あんだけ派手に間違え、僕なんかは派手に間違えるじゃないですか。はい、間違えたこと分かるだろうって言うんですけど、分かんない。徐々になんですよね。そうなんですよ。変な空気で、あれ、なんで柴田さんがトンとしてんだろうってなって、頭の中でリピートしたら、なんか、舌触りみたいなの思い出して、うん、あ、言ってんな、デジハズマ。になるわけですね。その感じはすごいわかりますね。で、昔、あの、ある親方がですね、うん、この放送席の時に、こう、足を置く丸い、こう、輪っかがあるんですよ。はい、若手こう、そこにこうやって足突っ込んでて、はい、抜けなくなっちゃった親方がいて、それで放送中に、ここ、やってんだ。暴れてるのを見て、目に入ってくるんですよ、僕の横の目に。はいはいはい、でも、おかしくて。はいはいはい、まあ、一番喋れなかったことあります。すごいなあ。あとはやっぱり NHK 特有なもので商品名とか言わないとかも言わないですね。やっぱあれは染み付いてるもんですか、はい、もう最初からそういうふうにずっと教育を受けるので、教育されていくから、はい、そういうのも含めるとまた NHK は NHK ならではのことが結構あるから、ね、でもインタビューでもいきなり言われちゃったこととかありますよね。ああ、そうそうそう、向こう側は言いますよ、はい、そうなんですよ。 ある飲料水のね、はいはい、このが冠がつけた競馬の中継の時に、はいはい、競馬の勝ったジョッキーが、はいはい、こうやってインタビューしたらもうその商品名を、はいはい、あやりましたなんとかって言われて、はい、まあそれはそうですけど、そこには触れないまま、さてって言って、さてって言うしかないですもんね、それはね。リピートできないですからね、なかなかね。さあ、あの、キーレ君、あの、若手のアナウンサーです。競馬も含めてオリンピックなので、結果を間違っちゃいけない場面ってあるじゃないですか、どっちが勝ったとか、その緊張感と今、かなり戦ってるんですけど、それを克服するとか、それも楽しんでるんですか？いやいや、もうそれは緊張感するのは当たり前。緊張しないやつはダメだよね、逆に言うと。もういかにその勝負、だって、ものすごく緊迫してるし、やってる人たちはものすごい命がけでやってて、うん、そこで実況を伝える人が、やっぱそこに、と同じ空気にいないといけないから。うん、ただ、そこで間違えてはいけない。まず。だよく言われるのは間違えることも、当然あるんで、うんうん、だから NHK の場合は必ずサイドにはアナウンサーがつくんですよ。うんうん、アナウンサーがもう音をちゃ、あの、音声をちゃんと聞いていって。さらにチェックの人がいるんだ。そう、違う。だ僕だって、あれですよ、重量の最初のデビューの時に、逆に言った瞬間にもう隣の先輩のやつが逆だバカ野郎つって、それがあの放送に乗りましたから。その先輩はなってないんだから。へー。
いや、なんかそれは普通に自分のおしゃべりとかでも師匠に言われるのは、うん、緊張しないようにするにはどうしたらいいんですかって話じゃないと。緊張はいい。緊張してもいいけど、はい、緊張した時にも力が出せるようにするんだみたいなことをやっぱ言われるんですけど。そうですね。まあそういうことなんですね。そういうことだと思いますし、その勝負のところだけ、こう確実に言うっていう癖をつけるっていう。なんとか勝った、どっちか勝ったっていうのをね。こう、うんって、ほんの0コンマ何秒でも、かかったのはこっちだっての確認、頭の中で確認してから言うっていう。はあ、うん。それ高等テクニックですね。これはもう、経験しかないです。もうとにかく経験を積んでいくしかないです。で、経験積んである程度まで行くと、もう本当にそういうことは間違いなくなって、そして今度衰えてくると、また間違えるんだよ。はあ。それもすごいわかる気がするんですよ、はい。慣れってことですかね。慣れと、あと、やっぱり、衰えだと僕は思ったんですね。はあ。40代では間違いないことをやっぱ55を過ぎた頃になるとあれと思ったりとか、うん、まあ、あったんですよ。僕オリンピックで、うんうんうん、自分が実況したことをその後の大会で間違えたことあるんだよね。はー、カナダの優勝のも実況してすごいそのことは印象に残ってたはずなのに、カナダ初の金メダルかみたいなことをね、言っちゃったことなんですよ。だそれはもうね、すぐ訂正してもらったんだけれども。はいはい。だからそれはやっぱり、40代っていうか、もちゃんとしてれば、ちゃんとしてればっていうか、そういうこんな間違い俺しなかったのになとか、うん、こういう場面では必ず昔自分がやったこととかは必ずこう浮かんできたはずなのに、というね。一回優勝見てんですもんね。うん、それを実況やってんですもんね。やってる。しかも相当、うん、記憶に残るシーンだっただけに、それを忘れたっていうのがね、もうショックでしたね。僕ね、はい、この番組やってて、あ、そう自分もきちんとならなきゃと思ったのは、僕53ですけど、やっぱり衰えは出てくるんですね。はい、うん、反射神経みたいなもん出てくる、うんうん。出てきますね。で、あと喋るスピードとか、はい、中村雅俊さんがゲストいらっしゃった時に、はい、中村雅俊さんって、どっかで自分がついてくる脳のスピードに喋るスピードをちゃんと落とすってことで成功してるんですよ。なんていうんですかね、若い頃にペラ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 って喋ってたスピードではもう出ないってなった時に、ノッキングしちゃうじゃないですか、普通は。はいはい、今の中村雅俊さんのゆっくりとさ、スピードで流暢に喋る感じって、どこでどう調整つけてくんだろうっていうのすごいあって、それ難しいですね。ねえ、僕はそれがなかなかできなかったですね。あ、悩むもんですか、やっぱり。悩みますね。やっぱり自分の頭の回転に、若い頃っていうか、特に、20代、30代で経験を積んできて、知識がこう増えてきて、うん、テクニックもある程度できてくると、もう次々と浮かんでくるんですよ。いろんなことが、はいはい。それにスピードがついていけないっていう悩みが40代にはあったのに、はい、今度はその逆ですよね。50、それこそ3、4ぐらいから、浮かんだことについて、言葉がついていかなくなる。っていうか、言葉、うん、なんですよ。よく柴田さんと一緒に、ほら、あの映画に出てるあれってさ、いいんじゃないあれの妹だって。なんだよ、それ誰なんだよっていうのをずっとあれ言ってる。って。白、白、白ってのは実は赤川さんだったりするんだよね。そう。うまく像が結ばなくなったりとかします、ね。ほんと、それよくありますよ。ありますね。え、刈谷さんでもあるんだ。あります。だから僕は必ず、それこそ、あ、これアテネの時 の資料なんですけども。すごい、カラフルな、綺麗な。一応持ってきたんですけど、はい、必ず名前とかも確実に読めるんだけれども、ひらがなで振り仮名をしておくっていう。もう極めて簡単なことでも、ひらがなでこう文字化してたりとか、はい、あとこういうふうにすごいカラフルですから、はい、色分け。色によって頭の記憶にこうね、入れ込んでいくっていうこととか。すごい日本人選手の名前から出てる種目からありとあらゆるもん出てますね、はい、書いてありますね。そうなんです。これも例えば数年間貯めてきた資料の中から必要と思えるものだけここに抜き出して書いてきたっていう。だからパーソナル情報と、うん、あとこれがこの技に関する情報っていうのを左と右に分けておいて。で、これは例えば団体が終わったら今度、種目別に残った選手をこう切り抜いて、貼って、それで個人総合に残った選手は切り抜いて貼ってっていうことを作業をしてて、終わった時点で本当はバラバラだったんですけども、はいはいはい、それで帰ってきたら、放送博物館の人が、あの資料を持ってきてくださいって言われたんで、うん、もう一回貼り直したんです、こうやって。へー、それでずっと疑問で絶対お会いしたら聞きたかったのは、はい、いわゆる名台詞、名シーンの名実況できるじゃないですか。はい、あれって考えてるんですか？若い頃いろんな言葉を、
とかフレーズは考えたことはあったんですけど、スポーツの中継の現場って独特じゃないですか、うん、雰囲気が、空気感が、はい、で特に国際大会、ましてはオリンピックっていうことになると、うん、もう空気感が全然違うんですよ、うん、だからそこに当てはまる言葉は考えてきた言葉じゃないんですよね。当てはまることはありえない。じゃ あのまさにその栄光の架け橋は、うん、はい、あれは最後の富田選手が鉄棒に飛びつく前の 8.962 で金という数字を見た時です、うんうん、はいはいはい、あの時です。でそれより2人前の米田くんとか鹿島くんが鉄棒に入る前の時にはメダル確実になった時に浮かんできたのが体操日本復活への架け橋って言葉なんですよ。はあ、うん、いろんなパーツがもう次々とよぎって、はい、降ってくるんですよね。へえ、はい、唯一考えてたのは僕は体操日本日はまた登りましたって、うん、もし日本が金メダルを取った時に言おうっていうのは8年前に考えた。8年前のアトランタオリンピックで日本が10位って惨敗してた時に旧ソビエトのコーチが体操日本の日は沈んだって言ったんですよ、はいはい、悔しかったんだ、なぐと思ってですね。だからもし今度日本が金を取った時にはそれだけは言おうと、だそれもずっとね取っといたんですよ。でそれ以外のは言葉じゃなくて価値判断をいつも考えるんですよ、はいはい、これ4位だったら体操日本にとってどういうことなのか、銅メダルはどうなのか、うん、で銀だったらない、金だったらもう復活っていうかもう完全にね取り戻した。でも一番悩んだのが銅メダルですよ、うん、だから予選がトップで通過したんで、うん、決勝では最後の3人の日本が選手なんですよね、はい、その3人の途中でメダルが決まる可能性があるわけですよ、うん、そうなった時に銅メダルが決まった時には復活って言えるのかなと思って、中1日もずーっと悩んで体操関係者に聞いたらみんな復活なんか言えないと、うん、かつて20年間世界の王座に君臨した体操日本は金を取らなきゃ復活じゃないっていうし、うん、他のスポーツ関係者はいや2大会メダル逃してんだよと、しかも28年間金を取ってないだろうと、うん、だったら復活じゃんって言って、もうその2つでこうグラグラに揺れ動いてですね、でもその言葉を自分の思いの言葉を出すか出さないかすら、はい、ちょっと取材するんですね。皆さんどう思いますかっていうのを。はいはい、それでもう当日の朝、パルテノン神殿の階段を散歩しながら、もうこれは復活でいこうと。これ体操関係者のための放送ではなくて、一般のスポーツファンのための放送になるんで、そう考えた時には客観的には体操日本復活とメダルを取ったら言えるんじゃないかというラインだけ決めて入ったんですよ。なるほど。それさえ決まっていれば、あとはもう自分のそれまでの経験とか、会場の雰囲気とか、いろんなことで言葉はね、次々と降ってきた。40歳の半ばぐらいだともう星の降るように降ってきましたんで、それが最初の種目で7位って出遅れた時には、うん、もう4位になったらどうしようっていう言葉をバーッと、体操日本をどうこうカバーしよう、うん、皆さん選手たちをどうフォローしていこうかっていう言葉が次々と浮かんでくる中でどんどん順位を上げていったんです、はい、でこれは3つの奇跡って僕よく言うんですけれども、うん、金メダル絶対の候補だった中国が脱落したんですよ、はいはい、でその後もうメダルを最終的に争っていたルーマニアの鉄棒のエースが最後の鉄棒で落下する、はい、そしてアメリカのもう本当の超エースだったポールハムが大きなミスを犯すんです、うん、この3つがなければ言葉の選択が全然違ってるんですね。これもうすごい興味深いのは刈谷さんの頭の中の AI のプログラムが見えるみたいで、はい、要するに AI ってそうじゃないですか、今、はい、適当な言葉はどれとどれだって、うん、ここでこれを使う可能性が少ないものに関してはチョイスから外していくわけじゃないですか、はい、それがその刈谷コンピューターの中にあるから、はい、ここの順位が確定したってことはこうなんだとか、はい、こういう可能性が強まるがずーっと頭の中で言葉が浮き沈みしてる感じで、そうですそうですそうです、いや本当にもうちょっとの一人の選手の結果によってもう浮かんでくる言葉はバーって変わってきますから、そうなった時にもう3つの奇跡が起きて点差がかなり開く、あこれもメダル間違いないから最後の降りる時のあのは体操日本復活への架け橋と言えるなと思ったんです。でそれはあのシーンで言わないと着地しちゃったら放送のコメントなんて誰も聞いてくれないからねそういうもんだ、 そうだそこで余計なこと喋ってもダメだっていうことがあるんだ、もうその後着地した後、うん、わーってなってる時にわーって喋っても誰も聞いてくれない、うん、だからそうなった時にあそこで言ったら通じるなと思ってたら米田くんが成功して鹿島くんが成功して、うん、あこれも体操日本復活への架け橋もう間違いなく言おうたなと思ったら 8.962 って数字を見てあ
これ何演技の途中で金が決まるじゃん。これでこういう風に見た時にここのコールマンっていうのが、あ、はいはい、目もありますね、はいはい、あるパッと目に入ってマイクを切って解説者の小西さんにこれコールマン取った時金ですねっつったらこう、そう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 。コールマンだったらどういう評点があるからっていうことを確認してるんだ。あのこのあの時の採点競技っていうのは 8.8 から技で加点していくんですよ、はいはい、である程度 の加点まで来てそこから減点されるんです、うんうん、そうすると着地で転んだり失敗しても最大回数はマイナス 0.7、うん、ってことは 9.8 まで加点してれば金なんです。着地で失敗しても、なるほど、これ以上ここ続けるとですね、キーレ君のうなずき続けて首がもげちゃうので一度 CM を挟みたいと思います。安藤裕樹です。日曜日朝9時からはアップガレージプレゼンツガレージヒーローズ愛車のこだわり、独自のカーライフを謳歌するゲストをお迎えして朝から車愛を語り合う30分のカーマニア番組です。28日はスーパーカーマニア百獣の王武井壮さん、ガレージヒーローズお楽しみに。今日から舞台は北海道です。ドサンコナイター試合第一戦、その音は遠く離れたあの街へ僕を今夜も誘い出す。優しい、全国のラジオ番組が楽しめるエリアフリー機能、世界を広げる音がある。ラジコ。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りしました。法律事務所ホームワン、 B 型肝炎の給付金手続きはお済みですか？集団予防接種などが原因で B 型肝炎に感染した場合、国から給付金が支給されます。以前その治療をしていたけど、家族が B 型肝炎で亡くなったけど請求できるの？気になったらホームワンへ。弁護士費用は成功報酬のみ、相談料着手金はかかりません。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。どうもぺこぱです。突然なんだけどさ、このステッカー見て、うん、横浜市の新型コロナ感染症対策宣言ステッカー超可愛くない？いや、ラジオだから見えなくたっていい、熱意さえあればきっと伝わる。ハッシュタグ横浜新生活部で検索。悪くないだろ。深田恭子です。謎かけやってみたいと思います。横浜タイヤとかけまして日本人の血液型と解きます。その心は？どちらも A が多いでしょう。横浜タイヤの A って何ですか？雨に強いウエット A です。横浜。栃木県足利市にスーパーマーケットフレッセイ足利南店オープン。国道293号線沿い足利市場隣、地域の食を豊かにする新しい提案を行います。足利市に新しいフレッセイ始まる。三菱電機換気の歌。あなたも私も呼吸をしてる。お店もうちも換気をしましょう。換気の課題に多彩な製品でお答えします。換気はやっぱり三菱電機。時刻は10時27分になりました。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。この時間9時台に比べると雲が増えてきました。この後千葉県ではお昼前から、その他も午後から弱い雨の降るところがありそうです。今洗濯物を外に干している方、早めに取り込むか、空模様の変化にお気をつけください。今日日中の最高気温は18度から19度くらい。夜にかけても強く冷え込むことはないでしょう。そして明日金曜日は晴れ間が戻って最高気温は20度を超えそうです。昼間はポカポカ陽気となりそうなんですね。あさって土曜日も晴れますが、日曜日から月曜日は再び傘の出番となるでしょう。この時期は短い周期で天気が変わります。洗濯物を干すタイミング逃さないように、こまめに天気予報を確認するようにしてください。ここまで天気予報をお伝えしました。石上沙織さんでした。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。
チューリッヒならネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。一般道は神奈川県内相模原の国道16号上りは元橋本交差点に止まっていた故障車は移動しましたが、渋滞が残って1キロ。埼玉の国道254号の下りは三芳町資料館入り口で2キロ。千葉の国道16号外回りは柏与罰塚で3キロ半。都内は環八通りの内回り、環八瞳街道で6キロ半、八原から50分。その先は三本杉立橋で作業が行われているため2キロ半20分。反対外回りは4キロ30分です。警視庁から以上です。この次は10時52分頃お伝えします。サファリといえば群馬です。動物たちの餌やりタイムを見学できる夕暮れサファリ。ライオンが生肉にかじりつく、動物たちが一斉に餌に群がるド迫力の夕食シーンを見逃すな。群馬サファリパーク、詳しくはウェブで。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は大倉屋住宅の提供でお送りします。伊集院光とラジオと刈谷不二夫とスポーツレガシーと。さあ、時刻は10時30分です。改めまして、今朝はゲストに元 NHK アナウンサー刈谷不二夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、後半の時間がかなり短いので、もう質問一本にします、はい、もう今後の夢や野望です。はい、今後の夢や野望はですね、はい、やはりあの東京大会2020が終わった後、はい、日本のスポーツ界がやっぱり変わっていってほしいなっていうのをですね、うん、あのちょっと手作りの現場からスポーツのレガシーっていうものを作っていきたいなと、うん、具体的に言いますと、どう変わってほしいかというと、子どもたちが複数競技をやる。なるほど。そういうこと。子供たちがやっぱりあの一つの競技に入っちゃって、そこで挫折するとそれをやめちゃうじゃないですか、はいはい、野球に入ったら野球しかやらない、うん、サッカーに入ったらサッカーしかやらない、うん、そうじゃなくてやっぱりスポーツっていうのは本来興味のあるものをいっぱいやってですね、うん、その中からこう楽しいもの、あるいは自分が興味があるもの、向いているものに続けていったり、うん、あるいは昔やったからあの年配になってからやろうとか、うん、そういうふうに自由にやるものだと、うん、そしてこの監督が嫌だったら向こうのチームの監督に習いたい、うん、このコーチ嫌だけど向こうのコーチは習いたいとかって、うんうん、そういう自由な環境を作ってほしいなと。その一番の一つのきっかけとして、僕はあのアマチュア相撲の復活、うんうん、なぜかというと相撲っていうのはみんなルール知ってるじゃないですか、うんうんうん、でみんな見ても分かるじゃないですか、はい、だから昔 の, あの村相撲にしても、うん、バスケットやってるやつをちょっと村相撲に出そうとか、そう、うん、サッカーのキャッチャーやってるやつね相撲に出そうとかっていう、はいはい、あの複数競技をやるには一番いいんですよ。でしかもヨーロッパで今急激に相撲っていうのは広がってますから、はいはい、なぜかというとヨーロッパの人たちに言わせればルールが分かりやすい、うん、時間短い、うん、エキサイティング、金いらない、場所取らない、世界的に普及するね最高のスポーツだって言うんですよ。しかも、はい、相撲で鍛えた下半身が他のスポーツに生きることだってあるわけで、うん、はい、そう考えてまして少子化なんだから複数スポーツやっていくのは、はい、むしろ正解ですよね。そうなんですよ。だからやはりもう東京でですね、毎年そういうアマチュア相撲の国際大会、そういうものを開きたいなという準備を今夢として進めているところなんですよ ね、ですね。これも男女混合でやりますから、うんうんうん、なるほど、はい、女性の女性も選手もまた一歩進んだらまたお話を聞かせてください。わかりました、はい、お願いします。今日は時間いっぱいでございます。刈谷不二夫さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大倉屋住宅のおー、大倉屋はたくさんの女性スタッフが活躍、女性ならではの視点でマンション売却をサポートします。創業1982年、累計契約10万件を突破。おお、相談しやすい、驚きのマンション仲介。大倉屋住宅。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は大倉屋住宅の提供でお送りしました。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。
現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。小林明さん、イミダペプチドを続けて10年。まだまだ頑張るぞ俺たちは。疲れはためるな軽くしろ、イミダペプチドで。日本予防医薬。TBS テレビの人気番組噂の東京マガジンが4月から BSTBS にお引越し。毎週日曜日の放送時間は変わらず全国でお楽しみいただけます。森本武郎をはじめ出演者、やって到来などの人気コーナーもそのまま。初回は4月4日です。薄毛にスーパーミリオンヘア、細かな繊維が付着し髪を太く見せます。女性の髪のボリュームアップにも。最後に専用ミストで雨や風にも強い。自然に薄毛をカバーするスーパーミリオンヘア。お問い合わせはフリーダイヤル 0800-333-4440 まで。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢レイさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はお待ちかね、油の乗った旬のマイワシを使った千葉銚子産トロイワシ缶詰をご紹介します。これ美味しいんですよ ね、 これはお待たせしましたね、おなじみ千葉産直サービスのトロイワシ缶詰、 TBS ラジオショッピングでリピーターの多い大人気のロングセラー缶詰です。2019年12月にご紹介して以来長らくお待たせしてしまいましたが、ようやく人気のごちそう缶詰をお届けする準備が整いました。まずは久しぶりにそのままでお召し上がりください。いただきます。これ本当に美味しいのよ、ね、大好きだもん。そう、今キーレ君がくしくも言ったらキラキラなんだよね。キラキラ、うまい、油が持ってて本当に美味しい、イワシって感じ、改めて感動しますよ ね、 このトロイワシ缶詰はイワシの選別から製造までとことんこだわり、千葉県の銚子港で丸々太った上質なマイワシが揚がった時にしか作らないという徹底ぶりなんです。旬の時期になると連日水揚げをチェックして待ち構えていますが、納得のいく上質なマイワシはめったに上がらず、上がる日は1年のうち数日ほどしかないんですよ。そうなんですか。本当に貴重です。ぷっくりと肉厚で脂の乗りが抜群、地元の漁師さんが本当にこのイワシを缶詰にするのと驚くほどのレベルなんです。でもだからこそ身がふっくらだったりとか、こんだけキラキラなんだろうね、はい、そうなんです、キラキラですよね。トロみたいですもんね、はい、今日断面の写真もあるんですけど、まさにトロのような色と、トロね、サシが、ね、見事ですよね。素材が良いので味付けは小豆島産の醤油と奄美喜界島産のきび砂糖のみ、添加物は一切使っていません。そのままでご飯のおかずにするのはもちろん、酒の魚や料理の材料としても大活躍します。うまみたっぷりの煮汁も使った和風ポテトサラダや、煮汁で炊いた炊き込みご飯も絶品です。またお味噌汁に入れても美味しいんですよ。うわ、この和風ポテトサラダ、はい、美味しい。美味しいですよね、それ、もうイワシ缶とジャガイモ、玉ねぎにマヨネーズあえて塩コショウで整えただけです。そして炊き込みご飯は、ご飯も美味しい、最高の味付けですよ。最高ですよね、もう料亭みたいないい味ですよね、ぜひご家庭でもお試しください。上質なイワシの頭と尾びれをカットして缶に詰めて、圧力釜で缶ごと加熱処理して旨味と栄養を丸ごと閉じ込めているんです。煮汁に浮く黄金色の天然油がトロイワシ缶の証、骨まで柔らかく食べられますよ、美味しい。そしてカルシウムや DHA、EPA などの青魚の栄養も余すことなく丸ごと取れますから、これもまたお子様やご年配の方にもおすすめなんです。本当ですね、一缶が 100g、 今や高級魚とも言われるマイワシが贅沢に2尾から3尾分入った食べきりサイズを15缶セットでお届けします。賞味期間は常温で製造日より3年、いざという時のために常備しておくのもいいですね。本当だね、ねえ、非常食にこれいいですね。いいですよね、心が豊かになる、はい、まさにおっしゃる通りです。千葉産直サービスの千葉銚子産トロイワシ缶詰15缶セットは税込み4860円、
4860円です。そして倍の30巻セットはさらにお得な税込み8980円、8980円です。トロイワシ缶詰を使った簡単レシピもお付けします。ただし数に限りがありますので、この機会にぜひどうぞ。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。それからずっと言葉が出てこないんだけどさ、買い置きしといて、それをこうローテーションで使いながら、非常時にもいいけどもいつも美味しいっていう、なんか便利な言葉があったよね。ストックローリングでしたっけ。それだ、ローリングストック、ローリングストック、ローリングストック、いいですね。最高のローリングストックです。そうですね、これローリングストックいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あー退屈。壁紙で人生を快適に、壁紙様じゃだらけておるな。だっておうち時間暇なんだもん。そんな時は暮らしに刺激が必要じゃ。刺激？やだ。何赤くなってんの？暮らしの環境を変える DIY じゃ。DIY？ 自分が好きな壁紙を貼ってみては。例えば？暖色系なら気分も上がる、寒色系ならリラックス。どうやるの？今の壁紙を剥がして、こうして端っこからって自分で考えてやれ。インテリア用接着剤の総合メーカー、やよい科学。築地本願寺の合同墓、江戸の地で400年歴史と伝統の寺院にお墓を持つということ。築地本願寺の合同墓は1人30万円から、年間の管理費はかかりません。あなたの選択肢に、築地本願寺の合同墓。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。伊集院光とラジオとパラスポーツと、この番組はチームビヨンドの提供でお送りします。伊集院光とラジオとパラスポーツと、このコーナーは東京都のパラスポーツを応援するプロジェクトチームビヨンドの提供で、3月までの4ヶ月間パラスポーツについて取り上げていくコーナーです。一緒に取り組むのはこの人、 TBS アナウンサーの喜入智博です。あの試合、あのゴールの巻、その1、ガイド中川編。今回は試合でのゴールシーンを見て、私たちに見えることと選手たちに見えていることの差を解説してもらいます。最初のゲストは日本代表のガイドでコーチの中川英二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、中川さんに解説していただきたいのは、タイのパタヤで2019年10月に行われた IBSA ブラインドサッカーアジア選手権2019準決勝、日本対中国の試合です。中国は当時世界ランキング3位で、日本は13位です。ですから格上相手との試合、1対1で迎えた後半開始直後、黒田選手が逆転ゴールを決めたシーンです。まず中川コーチには、晴眼者、目が見えるガイドの立場で解説していただきたいと思います。そして来週の後半では、実際にシュートを決めたフィールドプレイヤー黒田選手にはどうイメージできていたのかを解説していただきます。さあ中川コーチ、はい、まず我々は初心者なりにラジオのリスナーにですね、どういうことが起こってたのかを伝えますので、細かいポイントを後ほどよろしくお願いします。はい、お願いします。タイで行われた世界大会の準決勝の中国戦、中国は格上のチーム、1対1の同点で迎えた後半開始1分、日本のゴールキーパー佐藤大輔のスローインからのリスタート。佐藤はスローインを直接黒田に出さずに、フィールド中盤の右サイドの壁にぶつけます。投げた段階でここは空きスペースでしたが、黒田が飛び出して壁から跳ね返ったボールをキープします。ここでなぜゴールキーパーの佐藤選手は
黒田選手に直接出さずに、一旦こう壁にぶつけてるんですか？あの時は、とにかく中国のボールに来るプレッシャーは早いので、足元にボールをつけたいんですよね。うん。ただ、直接黒田選手の足元につけると、コントロールをミスする可能性があるので、うん、なぜかっていうとこう斜めに来るボールを止めなきゃならないので、うん、で一番簡単なのは壁際で黒田選手が立って、そして縦に来るボールを受けるのが一番簡単なんですよね、うん、通常ですと当然壁にぶつけるとキーパーは中央レーンから投げるので、サイドに投げるとボールは壁に当たると跳ね返るわけじゃないですか、はい、ビリヤードみたいにね、中央戻ってきますよ ね、 そうですね、はい、キーパーの佐藤選手は意図的に壁に当ててそのボールが縦に行くように意図的に投げてますよね。え、それ回転を加えてるってことですか？そうですね。回転加えて、その壁に当たった後に、壁沿いをボールが動くようなボールっていうのを投げてますね。僕はもっと単純に、壁に一回ボールを当てることで鈴の音をさせるみたいなことをやってるのかなと思ったんですけど、もう一個先なんですね。すごいな。すごい話ですね。さあ、プレーの続きです。ドリブルで上がる黒田に中国のディフェンス2枚が襲いかかります。すぐさまマルセイユルーレットで切り返す黒田。これはボールを軸に180度くるっと回転するプレイです。この時中国のディフェンス2人はお互いの位置関係を把握できずに衝突してしまい、黒田は鮮やかに抜け出します。2人を振り切った黒田はすぐさまゴールに向かいますが、ゴール前にもう2枚中国ディフェンス陣が待ち構えています。ここで判断よく残り9メートル地点でミドルシュート。弾丸のようなシュートは2人の間をきれいに抜いて、そのままゴールネット左下隅に突き刺さります。これはどういうことが行われてるんですか？まあ、ここからも黒田ゾーンですよね。いわゆる黒田ゾーンって何ですか？あそこはあの彼の能力を一番最大限に生かすところですよね。中国の特徴としてはボールに対するそのディフェンスの集結がすごく早いんですよね、はい、ですので例えば黒田選手がボールを持った時に一人だけじゃなくて複数人がこうボールに囲い込みに来るっていうのが彼のすごく特徴だったんですよね、はい、ですのであそこで黒田選手がいわゆるマルセイルーレットをして180度くるっとターンしたりするんですけど、はい、その時も一回中に引きつけてとかっていうボールを動かすことでディフェンスは当然動くわけで、そうすると例えば2人が交錯するっていうことが起きるんですよね。あの二人のディフェンダーごっつんこしちゃってるじゃないですか。そうなんですよね、はい。あれはある意味狙ってごっつんこさせてるってことですか？そうですね。はあ、うん。そして最後のあのシュートのシーン、ガイドの中川コーチどういう指示を送ったんですか？正直言うと黒田選手とこう感覚が合う瞬間っていうのを実は持ってて、うんうん、そのシュートのタイミングとかなんですけど、実は一番感覚がピタッと来るときっていうのは、僕がシュート打てっていうタイミングじゃないときに打つと決まるっていうか、それが一番のタイミングなんですよね。どういうこと、どういうことですか、どういうことですか。僕、目見えてるじゃないですか。はい。なので、シュートのタイミングとかってこう、つかめますよね。はい。ということは、相手のゴールキーパーも目が見えてるし、はい。シュートのタイミングとかっていうのはあるわけじゃないですか。もう体に染みついてるもの。はい、打たれるタイミング。はい。だから僕が打てって思うタイミング、多分キーパーも準備するタイミングだと思うんだね。言い方ちょっと気をつけますけれども、それは請願者のリズムってことですね。そうだと思いますね。で、その請願者のリズムでやってるんでは、請願者が有利ですもんね。それを超えたタイミングで打ってくるんですか？そうなんですよ。黒田選手はキックの蹴り方も違うし、タイミングも違うので、非常に請願者にとっては予測しにくいんですよね。なるほど。ここは黒田選手に聞くと面白そうですね。うん、ちょっと突っ込んでみたいと思います。そうですね。そこぜひ突っ込んでください。次回、黒田選手編では、黒田独特のリズムの秘密が明らかに。今週はここまで。伊集院光と、ラジオと、パラスポーツと、ここで、チームビヨンドからのお知らせです。現在チームビヨンドホームページにて3月7日にライブ配信しましたビヨンドスタジアムオンラインのアーカイブ動画を無料でご覧いただけます。日本を代表するパラアスリートが見せる凄技を通じてパラスポーツの魅力を体感いただけるほか、ボンボン TV とコラボした面白ボッチャ紹介、八井田ひとみさん、クリスハートさんによる限定ライブステージなど、ここでしか見られない企画が満載です。3月末までの限定公開となっていますので、ぜひこの機会にお楽しみください。伊集院光とラジオとパラスポーツと、この番組はチームビヨンドの提供でお送りしました。
楽しく感動できるスーパー、ロピア。アイウエアイラブラブラブラリルレラブラブラリルレ、ロピアはラブラブロピア。愛に満ち愛されるスーパー、ロピア。ラブラブロピア。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな。それなら気軽に相談しよう。0120-316-279。東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ここでネスレ日本からのお知らせです。これからの季節にぜひお試しいただきたいコーヒーをご紹介します。日本で最も多く飲まれているコーヒーブランド、ネスカフェゴールドブレンドから昨年発売されたネスカフェゴールドブレンド香り華やぐです。特徴は何といっても華やかな香りとフルーティーな味わい、苦味を抑えた軽やかな口当たりで、これからの季節におすすめの味わいとなっています。ミルクを入れてはもちろんのこと、普段ブラックでコーヒーを飲まない人でも美味しくブラックコーヒーを飲めることを目指して開発された製品ですので、ぜひブラックで本来の香りと味わいをお楽しみください。また日本で一番売れているコーヒーマシン、ネスカフェゴールドブレンドバリスタを使用することで、より滑らかな口当たりとさらに広がる香りが楽しめます。カップからふんわりと立つ上質で華やかな香りとフルーティーな味わいをお楽しみください。ご自宅でお気軽にお楽しみいただけるネスカフェゴールドブレンド香り華やぐ、お買い求めはお近くのスーパーやドラッグストアなどで。ネスレ日本からのお知らせでした。時刻は10時50分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの長峰幸アナウンサー、お願いします。はい。菅総理大臣は今日、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したと明らかにしました。北朝鮮の弾道ミサイル発射は去年3月29日の短距離弾道ミサイル以来で、アメリカのバイデン政権発足以降は初めてとなります。弾道ミサイルは今日午前7時4分と7時23分頃の2回にわたり、北朝鮮の東、東岸から日本海に向けて発射されました。それぞれ420キロと430キロ飛翔し、日本の排他的経済水域の外側に落下しました。菅総理は弾道ミサイル発射について、我が国と地域の平和や安全を脅かすもので、国連決議違反だ。厳重に抗議し、強く非難すると述べました。また、アメリカや韓国をはじめ、関係諸国と緊密に連携し、国民の平和な暮らしを断固として守り抜く決意だと述べました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、1年延期された東京オリンピックの聖火リレーが、今日、福島県からスタートしました。第一走者は、東日本大震災があった、2011年のサッカー女子ワールドカップで優勝した日本代表なでしこジャパンの当時のメンバーだった岩清水あずささんや三山あやさんらが務めました。大会組織委員会の橋本聖子会長は、スタート地点の福島県のサッカー施設 J ビレッジで行われた出発式で、日本と世界の皆さんの希望が詰まった大きな光となり、国立競技場に到着することを記念すると述べました。国際海上交通の要衝であるエジプト北東部のスエズ運河を塞ぐ形で座礁したコンテナ船の移動を試みる作業は24日夜も続きました。タグボートで牽引できなければ船を浮かせるため貨物を下ろすことも検討するとみられ、往来が遮断された状態の長期化に懸念が広がっています。全国の警察が去年摘発した架空の儲け話で投資金を集めるなどの離職勧誘事件は38件となり、被害額は統計のある2010年以降最も多い4488億円余りに上ったことが分かりました。警察庁は、
新型コロナウイルスの流行による収入の減少で、投資などへの関心が高まっていると分析し、警戒を強めています。ニュースでした。長峰由紀アナウンサーでした。本刈谷由香です。有村昆です。私たちがパーソナリティを務める新番組が始まります。その名も 1J。 日曜日の朝を笑顔に、全国のリスナーさんと生電話、とっておきのトピックスを聞いちゃいます。地方創生プログラム 1J は4月4日日曜日朝8時スタート。時刻は10時53分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。東名高速は下り、大和トンネルで13キロ40分、圏央道内回りは海老名ジャンクションで断続12キロ、通過に1時間くらいです。外環道は内回り、草加で5キロ20分です。首都高速道路は向島線の上り、江戸橋ジャンクションでは6キロ、向島から30分。合流する7号線の上りは両国で3キロ、錦糸町から20分くらいかかっています。一般道は神奈川県内、国道1号の下りは戸塚区影取町で2キロ、埼玉の足立越谷線下り、越谷駅前付近では1キロ半。千葉の国道16号内回りは柏の若芝で3キロ。都内は環八通りの内回り、環八中野橋では6キロ半、通過に45分です。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。日立物流はずっと物流の会社でした。だから物流のことがよくわかる。経営と現場の管理、2つの視点で物流がもっと滑らかになる仕組みを作りました。一つのログインで輸送課題すべてをスマートに。日立物流の SSCV スマート。さあエンディングです。まずは本日の山崎賞ですが、ビントロングという動物の毛並みが娘の髪にそっくりだと。宇都宮市のビントロングさんには、美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい。さあそしてプレゼントのプレゼントです、はい、全国の書店で使える図書カード3000円分3名様、昭島市にお住まいの滝重文さん、小田原市にお住まいの高橋昭弘さん、川越市にお住まいの長谷川みどりさん、おめでとうございます。ありがとうございます。プレゼンした本屋大賞のノミネート作品は伊坂幸太郎逆ソクラテス、町田園子52Hzのクジラたち、伊吹ゆき犬がいた季節、全部面白そうでしたね。さあ、来週のメッセージテーマを喜入君からお願いします。レコード店 CD ショップの思い出。まあ、今はそれこそネットを通じて買うんで、なかなかね、うん、だって初めて買った音楽が、うん、僕も柴田さんもレコードですよね。そう、シングルレコードですね。え、キーレ君もレコード触ったこともないかもしれない。CD はさすがにある。 CD はあります。よかった。 CD はあるだろう、ね、最初から配信って子だっているんだって。もう、うん、今もうそうですよね。もうそういう世代なんだ。今の世代はそうですよ。だから、まあ、基本初めて買った音楽の話でも結構ですし、うん、あの頃レコードショップ、俺なんかね、うん、このポスター春期間終わったらちょうだいっていうのを予約するんだよね、うん、そうするとクラスメートのもう誰かに言われたりするわけ、うん、そうするとあんな野郎っていう、俺の方がキョンキョンが好きなのにみたいな、その感じになってるのとか。レコード店 CD ショップの思い出話送ってください、はい、さあ来週月曜日のゲストです、はい、来週月曜日3月29日のゲストは元競泳選手の宮下純一さんです。お、もうそれこそ北京のね、うんうん、男子メドレーリレーで銅メダリスト、おしゃべり上手、そう、男前、うん、性格いい、爽やかだし ね、うん、ね、いいわよね。弱点を聞きますで、さあそしてですね、
もう一つお知らせいきます。もう一つお知らせが、はいはい、喜入君からあります、はい、お願いします。今度の日曜日28日朝10時から TBS ラジオショッピング新生活応援スペシャルを2時間の生放送でお届けします。パーソナリティは柴田理恵さん、はい、有馬隼人さん、豊田彩乃アナウンサーです。ぜひお買い物を楽しんでください。これ本当にいいもん、本当にいっぱいあんのよ、ね、でなんか柴田さん本当に正直なら買って帰るからね、本当に買って帰ってるからね今日もイワシ予約してたからね、イワシ私買いますよって、美味、ね、しいんだもん。ぜひぜひお聞きになってください、うん、はい。今日はその刈谷さんとのおしゃべりで途中からずっと思ってたことあるんだけど、刈谷さんはご自分で衰えたっていう、全然ですよ、本当素晴らしい。刈谷さんあれで衰えたって言われちゃったら、うん、俺たちどうすりゃいいんだよっていう、私どうしよう、あの一つの名前を思い浮かばなくて、ああたえたえたえた、あれのあれだよ、ほらあれのあれ、ほらあの人のあの親戚とか本当に喜入君ずっとうなずいたりメモ取ったりしてたけど、はい、やっぱ相当参考になった。参考になる。最後にあの帰られる時に頑張ってねって声かけてくださって、もう頑張ってやろうって、今週日曜日実況待ってるのでちょっとぶつけます、ね、そうか、はい、いやそれと今後の野望もさ、ま、うん、やっぱスポーツ界全体のことだからね。そうですよね、うん、でもまた相撲中継出てほしい。それこそさ、ゲストで今度解説とかも、ね、出てほしい、してほしいですよね。話聞きたいもん、うん、話全部面白かったな、うん、まだまだ果てしなくいろんなお話しましたね、あっという間でした、また時間があったらお越しいただきたいと思っています、はい、さあ、この時間のお相手は喜入智広と柴田理恵と伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊る、蓮見紀之アナウンサーの日です。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト、第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。